私本日の司会を担当させていただきます早稲田大学秋山です。どうぞよろしくお願いいたします。まずプログラムの開始に先立ちまして、社会インフラ健康診断特別委員会の委員長であります橋本さんより開会のご挨拶をいただきます。橋本さんよろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました土木学会社会インフラ健康診断特別委員会の委員長を務めております橋本でございます。土木学会といたしましては2013年に社会インフラ維持管理更新の取り組み戦略というのを取りまとめました。この中に5つの課題というのがございます。その中の一つとしてこの健康診断ということを進めてまいったわけであります。2014年に社会インフラ健康診断特別委員会を設置しました。そして2016年には道路、その橋梁、トンネル、路面について、それから2017年には道路、河川、河川の堤防、構造物、ダム、それと下水について、それから2018年は道路、港湾について、そして2019年には道路と上水の評価書、これを施行版ではありますが公表いたしました。点検が法的に義務化されて以来5年間のデータから今回は集大成を試みたものでございます。その結果、道路は橋梁、トンネル、路面、河川は堤防、構造物、ダム、それから下水、港湾は渓流施設、外郭施設、上水、それから鉄道につきましては橋、トンネル、軌道について取りまとめました。今回鉄道について評価ができたことは大変意義深いと思います。でさらに、現況の評価に加えまして課題に対する解決策、いわゆる処方箋というものをお示しいたしました。国交省の予測によりますと今後予防保全を進めても毎年5兆から6兆円という費用が必要となります。国民の理解とともに管理者の自覚あるいは責任が重大であると思います。限られた予算体制の下で効率的効果的な措置ができるような技術の向上が求められております。結果はですね、後ほど個別にご説明申し上げますが、健康度は B 良好、 C 要注意、 D 要警戒、それから管理体制も現状維持あるいは悪化の見込みというふうに分かれております。これらは全国平均で総合的な評価です。各管理者や個々の施設では厳しく安心できないものが見られます。中でも国よりは都道府県、市町村と規模の小さいところが厳しい状況であります。鉄道についても輸送密度の低い地方の民鉄が等については厳しさが見られます。今後国、都道府県、市町村等の管理者の連携、あるいは学会、大学等の協力、それから特に市町村については広域連携、こういうものが必要ではないかと思います。さらに管理者、点検診断を行うコンサルタント、あるいは補修を行う会社、こういうものがですね、一体的な連携が効果的なメンテナンス事業のポイントであると思います。点検、診断、補修を行うもの、あるいは技術開発を行う民間にとって魅力あるビジネスであると、そういうものにならなければならないと思います。健康診断は土木学会として今後も継続していく、さらに評価内容も整備水準などの体力も含めて検討していく必要があると思います。また今回は入りませんでしたが、砂防とか海岸とか公園、農業土木等も必要であると思いますし、民間企業のが担当する電力、ガス、通信などのライフラインも評価が必要だと思います。今後とも改善、充実に努めてまいります。本日は各部門の健康診断の個々にご説明申し上げますし、
特別講演、そしてパネルディスカッションの維持管理のあり方であります。しっかりと理解を深めていただくことを期待して、私のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。橋本委員長、誠にありがとうございました。それではこれからですね、2020年インフラ健康診断書の内容につきまして、各部門の担当者よりご説明させていただきます。まず最初にですね、名古屋大学の中村先生より2020インフラ健康診断書の概要をご説明いただき、続きまして道路部門橋梁の内容につきまして同じく名古屋大学中村先生よりご説明いただきます。中村先生、よろしくお願いいたします。ただいま紹介いただきました名古屋大学の中村でございます。この委員会の、幹事長をやらせていただいております。でまず最初に私の方から今回の2020年のインフラ健康診断書の概要ということで説明をさせていただきます。それではまずは説明用の資料を共有させていただきます。資料共有よろしいでしょうか。はい、それでは概要の方を説明させていただきます。で本日説明させていただく内容ですけども、まず一番最初にこの健康診断の、目的経緯、次に22宣伝版の、概要ということで説明させていただきます。また先ほど橋本委員長からご説明ありましたように、今回新たに健康状態を改善するための処方箋というものをやりましたので、その内容について紹介させて、で最後に今後の予定検討課題ということで説明をさせていただきます。でまずこの健康診断の目的ですけども、土木学会が第三者機関として日本のインフラの健全状況の評価を行い、その結果を公表し解説する。でこれによりまして、広く国民の皆さんに社会インフラの老朽化の現状と社会インフラの維持管理更新の必要性や課題を認識してもらうということを目的としております。で先ほど橋本委員長の、冒頭のご挨拶にもありましたように、経緯といたしましては、2014年にこの委員会が発足しまして、毎年部門を、増やしながら健康診断書というものを公表しております。2016年には、道路部門で橋梁トンネル、路面舗装を施行版として、それから次の年は河川と下水道、それから2018年は港湾、2019年は水道ということです。で今年度は会長特別委員会で検討していただいた鉄道部門の橋梁トンネル軌道の健康診断結果と、それから今まで公表したすべての部門を最新のデータに基づき評価した結果を取りまとめて公表するとさせていただいております。また一部港湾につきましては外郭施設を新たに追加するというようなこともしております。でこのような試み、実はご存知かもしれませんけども、アメリカの土木学会の方で先に行われておりましたので少し紹介をさせていただきます。当然この土木学会の健康診断書も、アメリカの試みというものは、参考にしたということでございます。アメリカの土木学会の試みはちょうど荒廃するアメリカと言われた80年代に連邦政府が一番最初に行いまして、その後アメリカの土木学会が引き継ぎまして、おおむね4年ごとに公表しているということで、すでに20年以上の歴史があるものです。その、反響、社会的な反響は非常に大きいものがありまして、公表のたびに多数のマスコミ、メディアに取り上げられております。で幅広い対象分野、それから評価項目としては、健康状態のみならずインフラの容量とか、それから予算とか、そういうものも含めてインフラ全般の機能というものを評価したものだということです。このうちの土木学会の方では健康状態というものを取り上げて、それから一部の施設を取り上げて評価を行って、
この5年間行ってきたということでございます。それでは今年度版の概要ということで説明をさせていただきます。まず一番最初にこちら委員構成ということになっております。ご挨拶いただきました橋本孝太郎さんが委員長、それから家田先生が委員長代理ということで、それぞれ委員を見ていただきますと各分野の第一人者の方に集まって議論をいただいております。で5年目ということで過去4年間やってきたわけですけれども、それ と、今年度の大きな違いということで、変更点を先にご説明させていただきます。まず今回部門ごとではなく一冊にまとめた形式としたということです。冊子にして、いろんな部門がすべて一冊の中に入ったということで、すべての部門を、そのままの冊子で見ていただくことができると。で従来は部門ごとに別冊子ということで公表をさせていただきます。いただいておりました。ただし、部門ごとには独立した健康診断書という形で作成しておりまして、その一部分だけを取り出しても、例えば鉄道だけ取り出しても鉄道の健康診断結果というのが、分かるという形にさせていただいております。今回のご案内と合わせて健康診断書 の、 ご案内もさせていただきまして、土木学会の方にPDF ファイルが置いてあります。自由にご覧ダウンロードできいただけますので、ぜひともお手元の方にダウンロードいただければと思います。また健康状態だけではなくて、処方箋というものを、記載した、どのように今後対応をすべきかということを記載したというのが全く新しいところでございます。また処方箋は主体を明確にした、いわゆる誰がどうすべきかというような、主語を明確した記述としております。また全体だけではなくて各部門各部門の施設ごとでも処方箋を記載しております。また後ほど説明しますが、基本的には全国平均としてインフラがどのようになっているかというような評価をしておりますが、今後のことも踏まえまして地域ごとにどういうようになっているかという試みも一部の、施設では行いました。さらに今までは試行版という表現を使っておりましたが、5年を経ちまして、道路橋道路トンネルでは、全ての点検診断が終わったということで試行版を取ったということです。また健康状態ということですけども、中にはコラム的に体力の重要性についても記載をしております。でこれが、構成というふうになっておりまして、全般的なこと、それから各部門の診断結果ということでまとめております。で各部門の診断結果はそれぞれ先ほど、ご紹介させていただきましたが、過去4年間積み上げてきたものを全ての施設を対象としているということでございます。でそれでは、評価指標についてですが、先ほどご説明したように、全国平均としてインフラが全国的に見て平均的にどのようになっているかというような形で指標を検討して評価をしております。でその指標につきましては、土木学会独自に指標化して、基本的には施設の点検結果、維持管理体制の情報の公表データ、さらにアンケート結果などを踏まえまして土木学会独自に指標化して評価をしたというものでございます。で評価指標として2つ示しております。で施設の健康度と施設の維持管理体制というものですが、施設の健康度は現在の健康状態がどのようになっているものなっているのかということを表すもので、アメリカ土木学会と同様に A から E という形で示しております。一方施設の維持管理体制は将来どのような健康状態になるかという予測を示しているということです。私たちの健康状態と同様に日々どういうような行動を行っているか、あるいは健康を改善するためにどのようなことを気をつけているかということによって将来の健康状態は変わると、そういう維持管理体制を踏まえて将来予測を行っているということです。でアメリカ土木学会はこちらの現在の健康状態を評価しておりまして、この将来予測を行うというのはまさにこの日本の土木学会の非常に特徴的な項目となっております。でこちらは指標ということで、それぞれ文言の定義は部門によってインフラの特徴がありますから若干違うということでご注意いただければと思います。で
で、また健康診断書の読み方として少し先に注意事項を述べさせていただきますと、当然このように横並びにいろんな指標がありますと、ある施設は C であると、ある施設は D であるということで、では C と D はどちらが健康状態としていいのかというような話になりがちですけども、ただし部門や施設というのはそもそも求められる機能、あるいは評価項目や基準、平均的な利用年数などは異なるということで、ただ記号ですね、評価指標が違うからといってそれは健康状態を直接比較できるものではないということはご理解いただければと思います。また先ほど言いましたように、今回は健康状態のみを対象としたということで、そもそもインフラに求められる機能ですね、整備水準は対象としてないということです。これはどのようなことかと言いますと、私たちであっても、体力が向上しなければ今以上に活動することはできないと、いわゆる健康であっても体力が向上しなければさらに活発な活動はできない、あるいは健康であっても基本的な体力がなければ大きな負荷がかかったらその負荷に耐えることができないということは当然あるわけでありまして、インフラは健康だけで評価できるものではないということです。で、そういう意味で体力の重要性も指摘したということですが、ただし今健康診断ということで健康について評価をしたということでご理解いただければと思います。で、これが全ての結果の一覧になります。で、それぞれの部門施設の結果はこの後各担当の方から説明をさせていただきます。で、鉄道とそれから港湾の外郭施設というのが、部門施設として今年度全く新たに、評価をされたものということです。全体的には、健康状態というのは、B から、D まであるということですけども、平均的に見れば、少なくない数の施設で劣化変状が進行していると、ただし全体的な老朽化は生じていない状態と言えるかと思います。また基本的に下向きが多いということですから、このままでは、健康状態が悪くなる可能性が高いという評価結果になっております。それでは、このような結果を踏まえて、インフラ全体としてのまず処方箋と、で当然各部門施設での処方箋というのは後ほど、それぞれで説明されますが、全体として土木学会でどう考えているかということで説明をさせていただきます。まず一番最初に言いましたように、インフラの維持管理というのは施設管理者、国、民間企業、学協会、教育研究機関、要するにさまざまな機関が協力して初めて体系的にできるものということです。で、当然国でしたら管理者を財源的、制度的、あるいは技術的に支援ということで、役割は違うということで、それゆえにそれぞれその主体を明確にして処方箋は書かせていただいたと。で、どういう項目で書かせていただいたかといいますと、大きく分けてこの3点、維持管理を行う体制と予算、適切かつ効率的な点検診断対策の実施、有効効率的な維持管理技術の開発に分けて記載をさせていただきました。で、まず維持管理を行う体制と予算についてですが、全てをここでご説明するわけにはいきませんので、抜粋ということで、全ての項目についてはダウンロードして、お読みいただければと思いますけども、まずこの項目につきましては、当然予算を確保することが必要だということですが、そのとともに、仕組みの構築とか人材育成が重要で、特に予防保全ということを、やらなきゃいけないということと、それから維持管理産業の育成と、産業として、メンテナンスが、成立しなければいけないという前提のもとで処方箋を示しております。インフラに関わる方だけではなくて、国民の方にも土木学会として発信をしております。で、具体的にはどのような形でといいますと、生活や社会活動、経済活動に関わるインフラの重要性を理解し、課題解決に向けた協力を行うということで、やはり国民の皆さんの協力がなければインフラの維持管理はしっかりとできないということです。で、国に対しては、財政的なサポートと、それから継続的な財政措置を可能とする制度を確立してほしいと。それから、また国ですけども、契約制度の改善ということをぜひ検討していただきたいということです。
また管理者ですけども応援して予算のことがよく言われますが、人材育成と人材確保も長期的な計画を立てて行う必要があるだろうということでございます。また適切かつ効果的な点検診断対策の実施ということでございますが、まず点検診断が5年前から特に道路橋梁トンネルで始まったわけですけども、その一通りの点検が終わってそのフェーズとしては補修補強の方にフェーズが変わってきたということで、さらに補修補強もしっかりと、特に維持管理のポイントを変えていく必要があるということです。でさらには補修補強に変えるということは不具合が生じしつつは速やかな対策を実施して、それを行って初めて予防保全型の対策へと行くということで、予防保全型を持っていくために何を今すべきかということを考えていただきたいということです。でまた国民の皆様には、点検診断対策のために一時的にインフラの利用が制限されることがあることも理解するということで、当然点検それから補修補強などの行為のためにインフラの利用制限というのも、せざるを得ない場合もあるということを理解していただきたいということです。それから有効効率的な維持管理技術の開発ということでは、これは技術開発することによって維持管理費を減らすということで、それが結局社会負担を減らすという考え方にいくということです。で土木学会ではすでにこの4月にインフラメンテナンス分野新技術適用推進に関する提言というのを行っておりますので、そういう枠組みをさらにしっかりと社会発信していくことが大事だというふうに考えております。また維持管理ですと往々にして季節構造物だけを考えがちですけども、当然これからも新たなインフラはどんどん作られていくと。で従来と同じような形で作れば新たに作ったインフラがまた社会負担維持管理上の負担が増える可能性があるということで、従来の経験を生かして新設構造物は作っていかなければいけないだろうということで、新設構造物に対しても処方箋ということで示しております。特に文言としては、社会状況に応じて機能の変化や追加にも容易に対応できる冗長性なる構造物の構築、あるいは管理者の方にはいわゆる初期費用で見るのではなくてライフサイクルコストに重きを置いて、建設コストや構造形式を決定していただきたいということ、それから膨大なインフラストックをどういうふうに維持管理していくのかということに対しては、配置計画ということで場合によっては廃止ということも考えなければいけないということで、自治体地域住民の方にはそのような可能性というのも考える時が来ますというふうに示しております。また自治体についてはそう考える際には物理的状況、社会的状況、管理者状況などを考えて、どういうインフラを持っているか、それが、どういうふうに使われているか、また将来どう使われるかで誰がどのように管理しているかということを踏まえて、配置計画を考える必要があるだろうということを記載しております。さて最後に今後の予定検討課題ということですけども、橋本委員長が一番最初でのご挨拶ですでにおっしゃられましたけども、健康診断は社会インフラ全般を対象に行っていくということです。で今までの部門内の施設を増やすということもありますし、新たなインフラ部門というものの評価も行っておこう、それから、現在は全国平均値で見たらどういう状況になっているかということを示しておりますけれども、個別のインフラ管理者ごとにどういう状況かということを示せたらどうかということ、それから土木分野が扱う以外のインフラも多数ありますから、他学会との共同ということも考える必要があるだろうというふうに考えています。また、何度か指摘させていただきましたけれども、健康状態の評価のみではなく、整備水準とか予算措置の評価というのもインフラ全体としては大事だということで、そのような評価が可能かというような検討、それからインフラの維持管理というのは日本だけの問題ではなく世界的な問題ということで、このような試みを米国の土木学会とともに継続的に議論していくということをしております。また将来課題につきまして、将来どうするか今後どうするかということにつきましては、最後にパネルディスカッションがありますから、そこでもまたご議論
議論していただければと思います。それでは私からまずは全体概要ということで説明をさせていただきました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、各部門のですね、健康診断書の内容につきまして、ご説明いただきたいと思います。まず最初が道路部門橋梁の内容につきまして、同じく中村先生よろしくお願いします。引き続き、名古屋大学の中村が、説明をさせていただきます。道路部門につきましては橋梁、トンネル、路面、舗装という3つの、施設を対象にしているということで、まずは私から、道路部門全体とそれから橋梁の健康診断結果について説明をさせていただきます。で、過去の経緯ということで健康診断書全体について先ほど説明させていただきましたけども、道路部門につきましては、今まで毎年健康診断書健康診断の、検討を行い、健康診断書を、作成させていただいております。これは点検診断が、法定化されて、5年に一度ということで、毎年、約2割ずつの、施設の点検結果が出るということで、それを含め点検結果を膨らませながら、評価をしてきたということです。また日本語のみならず、当初公表したときには英文版というのも公表作成をし公表をしております。で、まず、道路部門の、健康診断書を見ていただくということで、注意点とそれから作成体制ということでご紹介させていただきますと、先ほどの、各、インフラ全体の比較ということでも少し注意いただきたいということですが、道路の中でもやはり橋梁、トンネル、路面というのは項目とか基準が異なるということで、直接的な比較というのはご注意、少しご注意いただきたい。それから年度ごとも少しずつ年度で少しずつ評価内容も変更しているということで、必ずしも試行版という位置づけでしたので、比較することはできない可能性が高いということ、それから諸外国とも、評価項目基準が異なりますということです。で、健康診断書をそれぞれ橋梁、トンネル、路面、舗装というふうに分かれて検討しておりまして、橋梁は構造工学委員会の中でのメンバーに検討していただく、トンネルは地下空間研究委員会、それから路面は舗装工学委員会の代表から代表の方が出ていただいて検討をしていただいております。で、指標につきましては先ほどお示した通りということですけども、道路部門についてはこのような定義で評価をしています。で、まず、全体、この5年間、道路は、5年間ずっとやってきましたから、どのように評価結果が変わったということで紹介をさせていただきます。後ほど私、橋梁の方からどう変わってきたかということは、具体的に説明をさせていただきますし、他のトンネル路面についても説明があるかあろうかと思います。では、結果として橋梁は C の下向き、道路は、要警戒で下向き、路面舗装は要注意で、今のままでは、下向きということで、健康状態は改善が難しいという結果になったということで、それぞれの項目については、この後説明がありますが、まずは道路部門全体としての処方箋ということで紹介をさせていただきます。まず、健康度の維持、向上のための処方箋、道路部門全体ということで抜粋ですけども、なぜ下向きなのかということですけども、やはり地方自治体の道路面積のための予算や体制が不十分であるということです。で、地方自治体がの結果が、大きく影響しているというふうに理解してください。またそのために国としては長期的な財政と技術のサポートを行うということです。で、特に橋梁などでも数として見れば、地方自治体管理の橋梁の数が、大半を占めているということですから、全体としての結果というのも数が多いところの結果に引っ張られるということでございます。また道路管理者につきましては、
予算の確保ということとともに専門技術者の育成計画、それからまあ長期的な予算も長期的な予算ということで考えていただきたい。ただそのためには、長寿命計画というものを作成して公開すると、そうか、公開するだけではなくてしっかりと実行するということをお願いしたいということです。また技術的な項目としては、まあ、民間企業は技術を開発していただくということですけども、土木学会は技術の評価法を検討すると、で管理者は新技術を積極的に導入するということを行っていただきたいということ、また土木学会の役割として地域の大学や広域での連携を推進する、促進するためのサポート、あるいは市区町村での人材育成や点検診断措置の効率的効果的な実施が進む方策を提案するということを土木学会の役割として認識しております。それではここからは、橋梁について説明をさせていただきます。まず橋梁で用いた結果ですけども、まあ、道路、基本的には道路メンテナンス年報に出ている結果を主に用いているということでございます。で健全度と維持管理体制の評価指標がありますが、それぞれの評価指標はここに示すような項目を踏まえて、最終的な結果を導き出している。当然それぞれには重みというものがありますということです。ただし5年間で評価項目の一部変更しておりまして、この管理者の運営体制ということで補修実施率というのがありますが、当初は点検が始まったばかりでしたので補修が具体的にどの程度かということはありませんでしたが、点検が進むことによって補修のフェーズに行ったということで、この実施率もメンテナンス年報で示されるようになったと。でそういう状況を考慮しまして、評価項目で加えた、あるいは進む計画、まあ、長寿命計画の策定率というのは非常に重要だということで、特に今年度から加えたというような、ことをやっております。でこれが、5年間の橋梁部門の結果でございます。で全体として評価しているということですが、データとしてはメンテナンス年報には全ての橋梁の点検診断結果が載っておりますので、まあ、どこにある橋梁かということを調べれば管理者ごとの結果というのは全て、出せるということです。そういう意味で、まあ、少し大くくりですけども国道、都道府県管理、市区町村管理、それから、都市高速、それから一般的な、NEXCO の中には都市間高速ということで分けての評価というのも、健康診断書の中には示しております。でこうやって見ていただきますと、当初、まあ、悪いものが少しずつどの部門も良くなったと。これは、当初やはり、まあ、初年度は、大体 10% ぐらい全国の橋梁が点検されたということで、その 10% の結果だけに基づいて評価をしたんですけども、まあ、数が増えていくと、まあ、平均的に少しこう健康状態としては良くなるというような形になってきたということです。それから矢印も上向きからだんだん下向きに行ってます。まあ、こういうふうに実施したのに下がっているということですけども、まあ、点検が始まったということで上向きだったんですが、まあ、修繕というのが思ったほど進んでないではないか、あるいは長寿命化修繕計画の策定というのも、全てのところでやられてないということ、まあ、そういうことを加味するともう少し頑張っていただきたいということで、まあ、下向きの評価が変わっていっているということでございます。でまずは、健康状態ですけども、全国的には C ということで、要注意ということです。でこのは先ほど言いましたように市区町村の数値が非常に多いのでこちらの数値に、引っ張られるということです。でただし診断結果 1,2,3,4 ですと、3となったのは約 10% ということで、まあ、有識者の方が当初想定した割合よりは、悪い割合は低いんじゃないかというような判断をしております。まあ、それゆえに今のうちに本格的なメンテナンスに切る重要性というのが、非常に高かったというふうに認識をしております。またこの中でも、まあ、では、都市間高速道路が C ということで少し注意が必要ではないかということ。また、地方道、地方自治体管理につきましては C ではありますけども、これは先ほど言ったように平均として見て C ですけども、
例えば緊急に措置を講ずべき状態というのは全国で、まあ、4と評価されたものは全国で682強5年間であったわけですけども、そのうちの647強が市区町村管理ということで、生活に密着したところにリスクが顕在化集中しているということに注意が必要だということです。特に維持管理ということで平均値の評価ではなくて、例えばメンテナンスで原因で、まあ、事故が起きるようなリスクがあれば、それはメンテナンス全体が評価をされてしまうということで、平均値ではなくこの非常に危険なところがどれだけあるかということに、まあ、注目しなければいけないというふうには考えております。維持管理体制につきましては、下向きということですけれども、これにつきましては先ほど説明しました長寿命化修繕策定率というのが、都道府県整理率としては 89%、 市区町村では 80% ということでだいぶ上がってはきてますけども、まだ 100% ではない。また公表もは7割ということで少し低い。要するにまずちゃんと作らなきゃいけない、それを公表して実行すると。で、実行に行くためにはまず公表もちゃんとされてなければ実行されたかどうかも評価はできないということですから、このあたりもう少しやるべきであろうというふうに考えております。また措置の修繕率、修繕の着手率ということですけれども、国に比べて、それ以外のところの着手が遅れているということ、それから特に予防保全の観点からというものは、国道以外はほとんど行われていないということで、まあ、こちらの措置も積極的に行っていただきたいというふうに考えているということ、まあ、これを総合的に考えて下向きの評価になったということでございます。それから健康で維持管理体制では都道府県政令指定都市市区町村ということで、まあ、自治体管理身近になるほど低い評価結果になったということです。で、先ほど言いましたように今は評価結果というのは全国平均でやっているということですけれども、やはり、まあ、地域の特性の、まあ、地域での健康度の把握というのが重要になるだろうというふうに考えております。で、先ほど言いましたようにデータとしては、持っているということで、まあ、それをどのように評価するかということで少し検討しております。で、今年度はここに示しますように、例えばこれは市区町村管理のものを、それぞれ市区町村管理を県ごとに、平均化、県としての、足し算して評価をしました。で、それが、全国の中でポイントが平均値より高いか低いかということで、色分けをしたということです。で、まあ、このようにして、地域ごとの評価というのもデータとしてはできますので、今後どのようにやっていくかということを検討していきたいというふうに考えております。処方箋についてですけども、まず、道路管理者に対してですが、当然緊急早期に措置を講ずべきと判定されたところは速やかに着手していただくということですけども、往々にして例えば3になったところだけが、措置されるということですが、まあ、同じ一つの橋梁ということを、修繕するんだったら、その特に劣化が激しいところの前も、補修をしていただきたいと。要するに予防保全という部分を、少しずつ手当てをしていかなければ、予防保全の方に全体として進んでいかないということです。また道路管理者につきましては合わせて、まあ、橋の、まあ、多様性があるということ、それから健康度とか重要度も違うということで、そのようなことも踏まえて、やってくださいというふうに考えております。あと、まあ、こういうふうに、まあ、特に地方自治体というか住民参加ということも重要ではないかというふうに考えているというようなことでございます。ということで、橋橋梁については、これで、説明の方を終わらせていただきます。中村先生、ありがとうございました。同じく道路部門の、トンネルの内容につきまして、株式会社建設技術研究所の野村さんよりご発表いただきます。はい、ここからは、
道路のトンネルに橋梁に引き続いてトンネルのご説明をしたいと思います。今日お話しするのは、以上4つの項目を予定しています。橋梁と同じようにトンネルも道路のトンネルも、5年間の結果というのが出ていますので、それについてご報告をさせていただく、まあ、そして、我々がどういう評価をしたのかというところをご説明するという流れになっています。まず、今年度 の, その道路トンネルの結果ですけれども、全体評価としては、Dということになりました。要警戒というレベルです。で、それぞれの、管理者別では、見ていただくと分かりますように、国並びに、高速道路会社の管理する道路の、評価が、比較的高めで、自治体、都道府県政令指定都市および市町村管理の道路の、評価が低いという結果になっています。で、5年間 の, その経過ですけれども、2016年からスタートした評価ですが、経年でどのように変わっていったかを見ていきますと、一つ2016年から17年にかけて高速道路会社都市内高速の評価が大きく変わっています。ここは評価方法自体を見直したというところが大きいわけですけれども、結果的にはこの5年間それ以外のところではそれぞれの道路管理者別の評価というのは変わらなかったということになりました。これは言い換えると毎年やっている定期点検のそのサンプリングについて大きなばらつきがなかったということでもあるというふうに考えています。それから維持管理体制については、この道路トンネルは5年間を通して、一度も上向きになることがなく、3年間レベル、そして2018年と2010年、20年については下向きという評価になりました。この結果について後でご説明をしたいと思います。で、この、健康診断結果を見ていく中でいくつか留意点があります。まずこれをご説明したいと思いますけれども、まず一つ目は、管理者別施設数の、相違、橋梁との相違であります。で、道路トンネル、総数については後でご説明しますけれども、自治体で管理している道路トンネルというのが1自治体で200本以上管理しているところもあれば1本とか2本数本のところもありまして、それぞれのその管理者のいわゆる維持管理負担というものが非常に大きいというのが一つ大きな特徴です。これは言い換えると施設健康度 A からでスタートしている施設健康度、これとがその努力、その地自治体の努力、改善努力と必ずしも一致しない可能性があるということになります。つまり、たくさんのトンネルを管理している自治体と、数本のところだと同じ、維持管理投資をしても、改善効果としては、なかなか本数を多く管理しているところでは、効果が、顕在が現れにくいということになるわけです。もう一つ、橋梁、と道路トンネルをこう見ていく中で、考えておく注意しておかなければいけないのが、総施設数になっています。下の方に、道路トンネルと橋梁の、いわゆる 総施設数を入れてありますけれども、道路トンネル、に対して橋梁はおよそ70倍、あるということで、これは言い換えるとどこにでもあるということになると思います。ただ、上の円グラフを見ていただきたいのですけれども、橋梁の、管理者の中で一番多いもの、およそ、3分の2を市町村が管理しているというところですけれども、トンネルは、市町村管理というのは2割ぐらいで、ほぼ半数を、都道府県とか政令市が管理をしているということになります。これは言い換えると、道路トンネルというのは
わゆるこう、県、いわゆる県とか政令市が管理する、より重要度の高い幹線道路に、位置しているということでもあるということで、どこにでもある施設というわけではないんですけれども、その施設が、重要なところにある、その路線としてのこう、クオリティ、路線としてのその健全性を議論していくときには、トンネルというのは、結構重要な施設として見ていかなければいけないということが言えると思います。次の話題として、点検評価の方法なんですけれども基本的な、この健康診断の評価方法は、冒頭申し上げましたように、橋梁と道路トンネルは、ほぼ同じ形になっています。で、いわゆる定期点検の方法とそれとこう評価、について、いくつか注意しておかなければいけないところというのをここでご説明したいと思います。例えば、ということですけれども、いわゆる定期点検要領に基づいて、判定する判定区分、今は4段階、1、2、3、4という評価ですけれども、そのそれぞれ、はですね、各、一復興スパンの、外力による変状、それから、材料劣化によるもの、そして漏水と、この3つの項目に着目して、4段階の評価を、しています。で、そのスパンのですね、最低値、つまり例えばその下の措置前というところに入れてますけれども、外力が1、まあ、4が悪いわけですが、材質劣化が3、漏水が3ということになりますと、その中の最低値としてこのスパンの代表値というのは3ということになります。そしてそれをこうトンネルの全復興スパンで集計して、さらにその最低値というのをこの個別トンネルの代表値として扱うということになっています。そのため例えば、その下に入れておりますように維持管理活動の結果として、材質劣化による例えばこう、アバタとか豆板とか剥離とかいったところの修繕をした、材質劣化の部分が3から1に改善されたと、しても、漏水に対するこう措置が未達で、漏水の判定結果が3のままですと、トータルとしてのこう措置後の判定値というのは3から変わらないということになって、トンネル全体のこう代表値というのも改善されないということになるわけです。これまあ言い換えると、なかなか、努力の結果がその個別のトンネルの、結果代表値に反映されないということで、まあ、評価を上げていくのは結構大変だということが言えると思います。ここからは、維持管理体制の評価につながっている、修繕着手の状況についてご説明をしたいと思います。道路トンネルの修繕着手の状況について、維持管理体制評価の、まあ、着目点としているところについてご説明をします。でこれは下の表に、まあ、如実に表れているんですけれども、いわゆる緊急に措置を講ずべきトンネル、あるいは早期に措置を講ずべきトンネル、これに対するこう、措置の実施率、は国管理、それから、高速道路会社管理についてはそこそこ、高い、実施率になっていますけれども、特に予防保全の観点から措置が望ましいトンネルについては、国管理であってもおよそ 30%、都道府県管理とか、市町村管理、いわゆる自治体管理のものについても 5% 程度ということで、なかなか予防保全の観点からの、修繕着手に、踏み込めてないと。でこれは、まあ緊急に措置を講ずべきトンネルがたくさんあれば話は別なんですけれども、実際のところ、修繕、大規模修繕、とかあるいはこう路線廃止に至ったトンネルというのはそんなに数が多いわけではないので、必要な予算措置がやはり遅れてるんじゃないだろうかというのが、この結果から浮かび上がってくるというわけです。まあ、これが
道路トンネルの維持管理体制の評価が、矢印が上向きになかなかならないというところの理由になっています。最後に道路トンネル維持管理への処方箋についていくつかポイントだけご説明したいと思います。こちらの方は健康診断のその文書の方をお読みいただければよいわけですけれども、ポイントとしていくつかご説明すると、まず先ほども申し上げたように、計画的にちゃんと予防保全的な措置に踏み込んでいただきたいということであります。それと道路トンネルのその返上というのは長い期間の結果として出てくるものなので、いわゆる初回点検、建設、今は建設後1年から2年の間に必ず初回点検をしようということになっていますけれども、その初回点検の信頼性が低いと、その後、2回目3回目の点検をやった時のこういわゆる差分の結果というのが悪くなるということになりますので、初回点検の信頼性を高めていただきたいということ。そしてこれは道路の非常に大きな特徴なんですけれども、道路トンネルの非常に大きな特徴ですけれども、照明とか情報提供板がいわゆるこう車道空間の上についているということで、そのような付属施設が落ちてきて道路利用者にこう被害をもたらすということが実際に発生しています。したがっていわゆるこうその主要部材であるトンネルのライニング復興だけでなく、付属施設の点検、これも重要であるということを認識していこうというわけであります。次にこう予算措置の必要性、そして途中ご説明しました橋梁に比べて道路トンネルのいわゆるこう施設数というのは少ないわけですけれども、だからどうしてもその橋梁の点検技術者については育成計画とかそういうものが進みますけれども、トンネルがなかなか進まないということがあります。点検診断措置を行うトンネルの技術者、この育成を進めていく必要があるということであります。最後、国、住民、土木学会それぞれの果たすべき役割について、処方箋の方では国についてはやはり必要な制度設計をよろしくお願いしたいということ、そして、住民の皆さんについてはですね、道路の利用者として、日々の変化、これを管理者に知らせていただきたいということ。そして土木学会は、施設管理者でありますとか産学官の連携を促進するということ。そして、知識経験を深めるための活動、これをやっぱり積極的に行っていこうというのを処方箋として、ご提案をしています。道路トンネルについての説明は以上です。ありがとうございました。では、続きまして、同じく道路部門の中の、舗装につきまして、株式会社日報の井原さんより、ご発表いただきます。ただいま紹介いただきました井原です。道路部門路面舗装について、説明させていただければなと思います。まず道路舗装についてなんですが、これまでの橋梁やトンネルのようにですね、すべての管理者の点検結果が道路メンテナンス年報で、公表されておるんですが、路面道路舗装につきましては国管理の道路のみの公表となっております。そこで路面舗装に関しましては都道府県政令指定都市へのアンケート調査等を行いまして、路面舗装の健康状態を評価いたしております。でまず路面舗装の健康状態なんですが、路面舗装全体の評価は C の要注意でございます。管理者別に見ますと、こちらの表のように、C とあと 市区町村が D で、都市高速道路関係は B となっております。でこの道路のメンテナンス年報の方で公表されておりますので、その延長割合を健康状態と
というような形で評価しております。で、その点検結果なんですが、まあ、先ほど申し上げましたようにアンケート調査等で行っているというような形になっているんですが、道路舗装に関しましては、まあ、道路ユーザーに今直接、まあ、快適性や走行安全性といった直接的に影響することから路面の状態を広く知っていただくためにも点検結果の公表が望まれるというような形で結んでおります。で、次に維持管理体制なんですが、これは下向きの矢印ということで、今の状態が続くと健康状態を維持できないというような評価をしております。で、そのデータなんですが、こちらのアンケート調査とあと公表データを取りまとめたものがこちらの上の表になります。計画的な点検実施が行われているか、点検結果の公開が行われているか、あとアンケート調査の方で予算削減の影響がありますか、あるいはデータベースの導入が行われているか、いったような項目で取りまとめて評価しております。で、まあ、舗装道路舗装につきましても、まあ、メンテナンスサイクルといったような点検診断措置記録というのが、まあ、実施され始めている、ております。また都道府県政令市へのアンケート調査でも修繕計画は約 90% で、まあ、策定されておるんですが、まあ、公表は、まあ、60% 程度にとどまっている。また都道府県政令市へのアンケート調査の回答では、その予算に補償に関する予算削減の影響で、修繕箇所の先送りや、まあ、苦情件数が増加しているといったことで、現状の健康度を維持することが年々難しい状況が伺えたということで、先ほども申し上げましたように維持管理体制はこのままでいくと健康状態が維持できないということで下向き評価の結果になっております。で、その路面の、まあ、処方箋ということで、まあ、橋梁やトンネルと同じようなんですが、まず舗装の長寿命化とか維持管理計画等を、まあ、作成して、まあ、公表していってそれを実行すべきだろうと。あと平成28年に制定されました舗装点検要領というものがございますが、まあ、それに準拠して道路を管理する場合、その路線の重要度とか分類によって、まあ、使用目標年数や、まあ、適切な管理水準を設定するといったことでございまして、あとその点検に関しましても、まあ、目視とか計測器を用いて、まあ、適切に、まあ、道路の重要度によって、まあ、点検すべきだろうということでございます。また、道路、路面舗装に関しましてはやはり、まあ、路盤が大事だということで点検要領にも謳っているんですが、その路盤以下の、まあ、構造的な健全性が失われないような、まあ、予防的な措置も含めて適切な修繕を すべきだろうということで処方箋をまとめております。で、これまでの変化なんですが、中村先生からも報告ありましたように、路面舗装につきましては2016年、2019年、2020年で評価しとるんですが、まあ、その時の評価に用いたデータを下の枠囲いの方に示しております。16年の時は、まあ、アンケート調査だけで行っておりました。アンケート調査と、まあ、高速道路は、まあ、公表データ。維持修繕その他の管理の報告書のデータから評価しております。2019年は、まあ、公表データ道路メンテナンス年報で、まあ、国管理道路が出てましたので、あと高速道路の、まあ、その報告書と合わせて、まあ、2つ国道路と高速道路の2つの道路種で評価しております。で、2020年は先ほど申し上げましたように公表データとアンケート調査、あと市区町村に関しましてはウェブ検索で公開されているデータを用いて評価しております。で、その用いたデータなんですが、まあ、道路メンテナンス年報で橋梁やトンネルは主に行われているんですが、やはり先ほど申し上げましたように路面舗装に関しましては
国管理道路は道路メンテナンス年報、あと都道府県政令都市関係ではアンケート調査を用いて、その時の、まあ、健全性あるいはその管理者さんが、まあ、決めている、まあ、ひび割れ率あるいはわだちぼれ MCI 等から、修繕、あるいは補修段階といったものを取りまとめて損傷度をまとめております。で市区町村は先ほど申し上げましたようにウェブ検索、これも市区町村でも舗装点検要領等で行われているところもございますので、健全性、3とか2修繕段階あるいは表層保持段階といった形で評価されておりますので、その、点検延長に対する、まあ、要補修区間延長で、評価しております。で高速道路につきましては各社から公開されております維持修繕その他の管理の報告書から、補修の目標値に対して、修繕を、要補修の区間延長を、まあ、評価しております。で維持管理体制の方の評価なんですが、まず計画的な点検実施ということで、まあ、これはアンケート調査から用いてやっとるんですが、平成28年に公表された舗装点検要領で都道府県政令都市ではそれを準拠してやってるのが 25% でございました。また定期点検では2016年のアンケートあるいは2019年度のアンケートもほぼ同じ。あと点検結果の公開につきましては下の赤字のように示してあります都道府県で、まあ、14%、政令指定としては 1% にとどまっていると。で、あと、予算の削減の影響ということで、都道府県政令都市のアンケート結果では2016年では影響あるいは 71% だったんですが、まあ、2019年度の結果は 86% ということで、まあ影響が増えているといったようなことで、先ほど申し上げましたように維持管理体制は下向きと。あとデータベースの構築関係は 65% で2016年と19年ではほとんど変わらないといったような形になっております。以上で道路部門路面舗装の説明を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。それでは続きまして河川部門の内容につきまして、名古屋大学戸田先生より、ご報告させていただきます。戸田先生よろしくお願いします。はい、名古屋大学の戸田です。それでは河川部門の、健康診断結果について、報告したいと思います。河川部門の健康診断の概要ということで、今回河川部門の健康診断書にあたってはこちらにお示ししたようなメンバーで、診断書の作成にあたりました。私戸田の方からその概要について、説明したいと思います。まず最初に河川施設の役割特徴なんですけれど、河川管理施設は洪水による災害を防ぐとともに、河川によってもたらされる公益を増進するための基本的なインフラです。で、代表的なものとして、約6万2000キロの延長に及ぶ堤防、約2万7000施設の水門及び肥門肥管、あと約560基の河川管理施設のダムなどが設置されています。で、河川の特徴としては、自然鉱物であるという大きい特徴があります。なので、他の構造物とはまた違って経年的に単純に劣化していくとかっていったものではないのですが、洪水などの自然の作用やあるいは日常の人の利用などによる人為的な作用の影響で変化し、河川管理施設にはさまざまな変状が生じるということになります。で、今回健康診断書の作成にあたって、まずその河川部門での健康診断というものの位置づけについて、説明したいと思います。で、洪水から地域の安全を守っていくためには河川管理施設というものが大事な役割を果たしていくわけなんですけれど、河川はまだ整備途上段階です。
で洪水から安全を守るためにはこちらの図に示しましたように河川 の, 管理施設の整備水準の向上、例えば、堤防を整備したり、あるいはダムによって水を溜めたりとかですね、こういった整備水準の向上と、あと現在まで整備してきた施設が洪水時に確実に機能を発揮するように、適切に維持管理していくと、その両面が必要になっています。でさらには整備水準の向上、適切な維持管理にと水防活動も合わせて洪水から地域の安全を守っていく必要があります。で今回学会での健康診断ではこちらの適切な維持管理について、評価しているということになります。で河川部門の対象なんですけれど、河川部門では、河川管理施設のうち代表的な河川管理施設である堤防、あと設置数が非常に多い水門、肥門、肥管等 の, 河川構造物、あと重要構造物であるダム本体を対象としました。で堤防と河川構造物の健康度については、国、都道府県、政令指定都市が管理している、河川管理施設を評価の対象としております。で、ダム本体の健康度につきましては、国、道府県、水資源機構が管理する、河川管理施設としてのダムを対象としております。でそのため、発電や水道、農業用の利水用のダムとかですね、あと砂防ダムとかは今回のダム本体での健康、今回の学会での健康診断の対象とはなっておりません。であと河川、後ほどまた説明しますけれど、洪水を流す器そのものである河道の変化や、ダムの貯水池などは今回の健康診断の対象とはしておりません。でこちら健康診断の指標で中村幹事長よりご説明があったのと同じで健康度については A から E までの5段階で施設の維持管理体制に関しては、上向き矢印から、平行下向きの3段階で評価しております。で健康度の評価の内容も他の部門と、ほぼ同じなんですけれど河川の河川管理施設の特徴に合わせて劣化という言葉ではなくて変状というふうな形で健康度の評価指標を表しております。で、評価に用いたデータなんですけれど堤防河川構造物の健康度については、2018年度末までの出水期前の点検評価結果から評価を行っています。でダム本体の健康度につきましては2018年度末までの、定期検査の結果から評価を行っております。でこの矢印の維持管理体制の評価に関しましては、河川管理者へのアンケート結果から評価を行っております。でこちらが河川部門の診断結果となっております。堤防の評価は全体で C で河川構造物は D でダム本体は B というふうになっております。でこちらには合わせて、管理者別 の, 評価も行っております。示しております。で堤防に関しては、国、都道府県等管理のところともに C で、河川構造物については国管理が C、都道府県等管理が D となっております。でダムに関しましては、管理者別に加えて、ダムには堤体等 の, 土木構造物の部分と、放流施設や通信設備などの機械電気設備がありますので、それらに分けて評価を行っていますが、土木構造物については管理者によらず A、機械電気設備については B という評価になっております。で維持管理体制に関しましては、堤防、河川構造物、ダム、いずれの部門も下向きの矢印というふうな状態になっております。で全体的な総合評価としましては、堤防河川構造物の健康状態は、楽観できるような状態ではないということです。でダム本体の健康状態につきましては、土木構造物こちらですねは、健全に保たれていますが、機械で電気設備等の経年劣化が、懸念されるような状況といいます。で維持管理体制がすべて下向きということで、その河川管理施設の維持管理にかかる、予算人員の充実が、必要な状況であります。でその中でも特に都道府県が管理する施設については点検評価補修を継続的に行える体制を築いていく必要があると言えます。でこちらがその健康度の維持向上のための処方箋を取りまとめたものになっております。
まずその根本的な課題となっている予算人員の充実に向けて、土木学会はその維持管理の重要性を継続的に情報発信し、まあ、社会的な理解促進に取り組む必要があると言えます。河川管理者はですね、堤防という堤防延長が長くて深し部分が多いという堤防の特性に基づいて、まあ、堤防管理の現場の実態に沿った点検評価手法を構築実施していく必要があります。で、重要構造物であるダムに関しましては、ダムの機能や恩恵を、まあ、可能な限り、まあ、長期的に享受できるよう、アセットマネジメントによる評価に基づく予算化、補修を徹底し、まあ、健康度を維持していく必要があります。で、都道府県政令指定都市が管理する河川につきましては、都道府県政令指定都市が持続的に適切な河川管理が実施できるように、まあ、国、都道府県、学会の連携をまあ強化する必要があると考えております。で、国は都道府県の実態に即した制度や体制づくりをまあ支援する必要があります。で、学会はその省力化、効率的な維持管理を支えるような技術的支援、助言等を行っていく必要があります。で、都道府県についてはその河川の特性や重要度に応じて、まあ、管理区分を分類し、自ら維持管理計画を立案するとともに、実施に向けた管理体制をまあ整備していく必要があります。ここから各構造物の施設の説明に入ります。堤防のまず特徴について説明します。で、国および都道府県が管理する堤防は、まあ、全体で約6万2千キロあります。で、そのうち 20% が国管理、80% が都道府県等の管理となっております。で、堤防は極めてまあ延長が長い線的な構造物です。で、洪水時にまあ1箇所でも決壊すると、まあ、一連区間の治水機能を喪失してしまうという特徴があります。また、原則として土で作られていて、過去に幾度にもわたってまあ築造補修を繰り返してきた構造物。で、さらにその堤防が建設されている場所は、まあ、複雑な地質構造を持つ氾濫原に作られています。ということで、まあ、いわば一つとして同じ構造ではないという特徴があり、まあ、それに基づいて、まあ、長年の経験などに基づいて、これまで健康度を管理して確認してきたというふうな状況です。こちらには、まあ、堤防のり面が、まあ、雨で浸食されている写真や護岸の空洞化の写真を示しております。で、堤防の診断結果は先ほどもご紹介した通り全体として C で、国管理、都道府県ともに C というふうな状況です。で、少なくない箇所の堤防で、堤防の機能障害への進行が懸念される変状が、まあ、生じているような状態で、まあ、予防保全の観点から、まあ、早期の対策実施が望ましい状況といえます。一方で、その長大な管理延長を持つ堤防ですし、水面下や植物が繁茂したりすることなどで、まあ、不可視部分が多いという特徴があります。で、そういった堤防に対して、まあ、目視点検により、まあ、詳細に機能評価することは容易なことではありません。で、堤防点検の実態に沿った、まあ、評価技術や方法の開発が、まあ、急務といいます。で、都道府県が管理する堤防についてなんですけれど、こちらについては、まあ、一般的には国が管理する堤防とかに比べて川幅とか堤防の高さなどはそれほど大きくないものの、安全度の、まあ、整備水準が十分ではない場合が多く、まあ、維持管理の水準が水害に、まあ、直結するようなことが危惧されます。で、このような状況で都道府県が管理する区間というのは河川の特性や区間の重要度などもまちまちな状況です。で、堤防の点検対象の河川の特性や区間の重要度に応じて適切に分類して、点検評価の仕方を区分ごとに、まあ、定めるなど、まあ、現場の実態に沿った、まあ、点検評価方法を構築することが必要と言えます。で、維持管理体制につきましては、まあ、年1回の点検評価など制度面に関する体制は整備されつつある状況ですが、まあ、予算、人員の不足が、まあ、危惧される状況で、さらに知識や経験の継承が難しくなりつつある状況といえます。次に河川構造物です。で、河川構造物は、まあ、全国に2万7千施設あって、まあ、約 32% が国管理、 68% が都道府県等の管理となります。で、まあ、河川堤防をまあ横断してまあ設置されているわけで、まあ、洪水の時にはゲートを閉めてですね、まあ、洪水の逆流を防止するということで、まあ、一連する堤防とまあ同等の機能が確保されている必要があります。
しかしその河川構造物っていうのは、まあ、土で作られている堤防とまあ材質が異なっているので、その材質の境界面に沿ったまあ漏水が発生したりとか、あるいは軟弱地盤上の施設におけるまあ抜け上がりとか、まあ、抜け上がりが起こった後の空洞化などの変状が生じているような状況です。また多くの施設がですね、昭和50年代までにまあ整備されていくのでされていますので、まあ、今後老朽化がまあさらに進むことがまあ懸念されるような状況であります。で、河川構造物の評価結果は D で、国管理の河川構造物が C で、都道府県管理の構造物がまあ D というふうな状況になっております。で、艦隊の亀裂や段差など、まあ、機能障害への進行が懸念されるような、まあ、変状が生じている状態で、まあ、予防保全の観点から、まあ、早急な対策実施が望ましい状況です。で、都道府県等が管理する、まあ、河川構造物については、まあ、経過観察とか予防保全といったですね、変状の程度に関する分類や状態把握が、まあ、十分には展開できていないという状況にあります。で、こちら堤防と同様なんですけれど、まあ、都道府県が管理する河川構造物の施設数は膨大に上りますし、それが設置されている、まあ、河川の特性や区間の重要度がまちまちであります。で、点検対象を、まあ、河川の特性と、まあ、重要度に応じて、まあ、区分して、まあ、それに応じた点検評価の仕方を、まあ、定めるなど、まあ、現場の実態に沿ったですね、点検評価手法を構築することが、まあ、重要と言います。で、維持管理体制に関しましては、まあ、河川堤防と同様に、まあ、制度面での体制は整備されつつあるのですが、まあ、さらに老朽化が、まあ、進んでいく状況下であります。で、維持管理に関する、まあ、予算、人員の、まあ、不足が、まあ、危惧される状況となっております。で、まあ、こちらの河川構造物堤防を通じて、まあ、都道府県の現場の実態に沿った点検評価手法の構築が、まあ、急務であることを、まあ、コラムとして載せてあります。で、次に、まあ、ダムです。で、季節ダムの総数、まあ、発電等の利水ダムも含めた総数は2640基なんですけれど、このうち河川管理施設のダムは560基あります。で、ダムについては、まあ、日常からの巡視点検、洪水地震後の点検、あるいは点検評価結果を踏まえた維持管理が、まあ、実施されている状況ですが、です。で、ダムはその重要性から非常に高い安全度が、まあ、要求される構造物です。で、同時に、まあ、全面的な更新が、まあ、困難な施設でもあります。で、ダム堤体が持つ、まあ、長寿命という特性を生かして、ダムの機能と安全性を長期にわたり、まあ、維持する必要があります。で、こちらダム再開発で切り出した、まあ、設置後50年以上経ったダムのコンクリートブロックなんですけれど、50年以上経ってもダム堤体のコンクリートは、まあ、健全性が保たれているというふうな状況であります。で、ダムはその土木構造物、堤体等の土木構造物や、放流施設や通信施設の機械電気設備以外にも水をためる貯水池から構成されているんですけれど、今回の健康診断では土木構造物と機械電気設備の健康診断について評価を行いました。ダム本体の健康診断結果はこちらに示す通り、土木構造物が A、 機械電気設備が B というふうになっております。ダム本体のうち土木構造物については健康状態が健全な状態を維持しております。ただし、その重要構造物であるダムは、まあ、ひとたび異常が発生した場合はその影響は非常に広範囲に及びます。アセットマネジメントによる評価に基づく予算化補修を徹底し、まあ、長期的に健康度を維持する必要があります。で、機械電気設備については、まあ、全体的に良好なんですけれど、まあ、経年劣化に、による、まあ、設備の維持修繕更新が、まあ、必要な状況となっております。で、維持管理体制につきましては制度面での体制は整備されてきています。しかし、こうダムの維持管理というのは、まあ、貯水池の管理やあるいは気象予測、流出予測を踏まえたですね、放流操作などですね、幅広い技術の総合化が必要です。で、豊富な経験を持つ、まあ、技術者が少なくなっている中で、まあ、技術の継承、予算面、人員面での管理体制の強化が、まあ、必要となっております。で、今回の健康診断で評価できなかった対象として、まあ、洪水を流す空間である河道とかですね、水をためる空間であるダム貯水池に関する維持管理ももちろん適切な対応が必要で、まあ、今後評価していく必要があるといいます。あと河川にはですね、河川管理者が設置する施設以外にも利水者によって設置される許可工作物等が設置されています。
これらもまあ洪水時には河川管理施設と同様に機能を発揮しなくてはいけないので、しっかりとした維持管理をする必要があります。で最後にですね、健康昨今のですね、豪雨災害あるいは今後の気候変動を踏まえてですね、気候変動に対する河川部門の取り組みというのも非常に関心が高いところかと思います。コラムといった形で土木学会から今年の1月23日に出されたですね、台風第19号災害を踏まえた今後の防災減災に関する提言に関して記載されておりますので、ぜひ学会ホームページ等からご覧ください。また河川分野ではですね、今後気候変動に対する適用策が急務といえます。でこちらに関してもコラムとして記載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。以上で発表を終わります。続きまして、公安部門の内容につきまして、東京工業大学の岩波先生よりご発表いただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、ただいまご紹介いただきました東京工業大学の岩波です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は公安部門の健康診断書の概要ということで、説明をさせていただきます。健康診断書の内容に加えて、公安の一般的な、説明についても、紹介をさせていただきたいと思います。まず健康診断書のこれまでの土木学会での作成の経緯ですけれども、冒頭ご紹介のありました通り、公安部門としましては施行版を2018年に出しております。その時は対象として渓流施設のみを対象として発表しています。今回2020年6月にですね、外郭施設の評価も加えた形で公安部門の健康診断書を発表いたした次第でございます。で今回の2020年版の健康診断書の作成メンバーについては、このスライドの下の方にお名前を挙げさせていただいておりますけども、海洋開発委員会の中にですね、社会インフラ健康診断書公安版作成対応小委員会というものを作りまして、こちらの方々にですね、ご協力いただきながら今回の健康診断書の作成を行ったということでございます。ここにいらっしゃる方に改めて感謝申し上げます。でまず公安の一般的なご説明でございますけれども、ご存知の通り我が国は島国でございますので、また非常に国土が狭い、それからエネルギー資源に乏しい国でございますので、エネルギーの9割以上、また食料の6割以上を海外からの輸入に頼ってございます。でまた島国ですので、その輸入はほぼ全てがですね、陸ではなくて海あるいは空を通じて行われていると。貨物の量トンベースで統計を取りますと、99% 以上の輸出入貨物は港を通じて行われているということで、この我々の生活を安定的に、またかつこのコロナのような非常事態においてもですね、我々の生活が安定的に送れるためには、この港湾の存在というのはなかなか普段目に見えてこないところではありますが、非常に重要な基幹インフラであるということはご案内の通りかと思います。そのためにですね、日本には約1000の港が整備されています。もちろん非常に大きな港から小さな港までいろいろなものがございますが、総数としては1000という数字があります。でまた港もですね、先ほどの河川と同様に体力という面では必ずしもまだまだ十分ではないところがあります。沖待ちをしている船があるとか、あるいは船舶がどんどん大型化してますので入れない船が出てきているとか、あるいは最近のクルーズ需要がですね、高まっているということで、今までにないような機能が港湾に求められるということで、まだまだインフラの整備というものが必要な分野でございます。一方で非常に厳しい環境にありますので、老朽化も進んでいる、高経年化も進んでいるということで、維持管理も合わせて行わなければいけないというのが港湾の今の現状でございます。それで今の前のスライドにこの下にありましたけど、このポンチ絵にもありますが、港湾というこの一つの空間の中にですね、いろんな施設が建設されています。代表的なものとしましては岸壁とか桟橋というふうに呼ばれますけども、船が着く渓流施設、それから波が港に入ってこないようにする防波堤などの外郭施設、それから荷下ろしをするためのクレーンに代表される荷役機械、それから最終的にトラックです、あるいは鉄道で外に運びますので、そのための臨港交通施設と
というような多様な施設がある空間の中に作られるというのがこの港湾の特徴でございます。またその管理もですね、いろんな主体が行っています。港湾の管理というものはその港ごとに定められた、主には都道府県市町村になりますが、地方公共団体が指定されてますけども、港湾管理者という方にこの一元的管理を行ってもらっています。なので、国が整備した非常に大型の港湾、国有港湾施設についてもですね、その管理については、地方自治体であります、港湾管理者さんに管理が受託されると、委託されるというのが、特徴です。さらにはその港湾という空間の中にはいろんな民間事業者さんがいらっしゃいます。電力会社さん、あるいは工場等ですね。そういう方々が自分たちの事業のために整備した港湾施設というものもあります。なので非常にいろんな施設、しかも管理主体がいろいろなものがですね、ある閉じた空間の中にたくさん作られているというのがこの港湾の特徴になってございます。今回この土木学会の健康診断の中では、この中でも係留施設と外郭施設、かつ管理主体としては国有港湾施設と港湾管理者の所有施設、この2つについてを対象にですね、健康診断を行ってございます。それでこの港湾施設ですけども、特にこの海沿いに作られますので、非常にこの自然環境条件が厳しいと、波風非常に高いです。それから海水がありますので、塩分環境下にさらされますので、鉄、鋼材はすぐに錆びます。そういう非常に厳しい環境に施設が作られますので、劣化の速度が陸上構造物に比べると非常に速いというのが特徴になってございます。また一方で、港は海に作られますので、その構造物のほとんどが海中に沈んでしまってます、あるいは土中に作られてますので、ほとんどの部分が見えないというのも、維持管理上の課題、特徴になってます。ただそう言ってもですね、きちんと点検をして、補修をして、その機能を維持していくということが、この港湾が、この我々の安全安心な生活、便利な生活と、あるいは、経済の円滑化といったことに資するわけですので、維持管理を確実に実施していかなければならないというのは、他のインフラと同様でございますが、この厳しい環境にあるということ、それから点検等がしづらいというのが、港湾の特徴かと思います。で今回の土木学会における取り組みの概要ですけども、対象としましたのは先ほど申し上げました通り、係留施設、岸壁や桟橋と言われているもの、それから防波堤などの外郭施設、この2つの施設を対象としてございます。他の施設については、なかなかこの健康診断の尺度が非常に難しいということで、また次回以降検討していきたいと思っています。それから所有者としては国が所有するものと港湾管理者さん、自治体が所有するもの、この2つを対象として、民間事業者さんの施設は対象外というふうにいたしました。で評価に用いるデータについてはですね、国土交通省港湾局が維持管理データベースというものを作って、その中に点検結果を入れてございます。でその点検結果に基づく施設性能低下度という指標がありますが、これに基づいてですね、土木学会の独自の基準に基づいて A から E、この A から E については先ほどの道路河川と同じですけれども、健康度ということで表現をしています。それから維持管理体制矢印ですけれども、これについては全国の港湾管理者さんに対して予算、それから人員、それから将来の計画ですね、この辺についてアンケート調査をしまして、土木学会独自の考え方で総合的な評価を行って矢印の向きを決めてございます。それから先ほど河川の方でも説明がありましたけれども、今回は体力の評価というところまでは踏み込んでいません。あくまで健康度の評価というところでとどまっております。ただ先ほど申しました通り、まだまだインフラ整備十分でない港はたくさんありますので、今後はこの体力の評価といったものも今後の検討課題かと思います。続いて係留施設と外郭施設の診断結果について紹介をしたいと思います。でまず係留施設、岸壁や桟橋という船がつくところでございますが、ここについては C、横向き矢印ということにしています。すなわち少なくない数の施設で劣化が進行して早めの補修が必要な状況。でこの管理体制が続けば一応この健康状態は維持されるだろうというような判断を今回いたしました。で管理者別の健康度としましては国所有でも港湾管理者所有でも同じ C というふうに今回は判断をしてございます。
まあ、ただですね、この岸壁において、もし何か変状が発生して、著しい変状が発生しますと、そこで仕事している方、それからフェリーやクルーズなどで一般の方も入ってきますので、まあ、そういう方が怪我をするというような事故につながりかねませんし、そこがその施設が使えない、補修で使えない、あるいは供用停止になるといったことになりますと、その地域の物流が止まってしまいますので、その地域経済に非常に甚大な影響を及ぼすということで、こういう事態は避けなければいけませんので、まあ、引き続き維持管理をしっかりしていかなきゃいけないというところでございます。続いて外郭施設防波堤などですけれども、こちらも先ほどの係留施設とほぼ同様でございます。最終的な評価としましては C の横向き矢印ということで、まあ、国所有でも港湾管理者所有でも同じという判断をさせていただいております。まあ、こちらの防波堤もですね、もし何か発生してしまうとですね、その中の港の静音度、穏やかさですね、これが確保できないということ、それからその段階でもし台風や津波といったものが来てしまいますと、災害にもなります。まあ、そういったことで、まあ、地域の経済だけでなくてそこに暮らす人々の安全をも脅かすということになりますので、まあ、非常にこの維持管理というものは重要だということが、他のインフラと同様港湾でも言えるかと思います。で、最後に他の分野でも紹介されてましたが、まあ、処方箋ということで今回提言をしてございます。まあ、他にもいくつか提言しているんですが、まあ、港湾に特徴的なものということで今日はこの4つを紹介させていただきたいと思います。まあ、1つ目は、こちらに掲げてますけども、国ですとかあるいは港湾管理者と言われている、まあ、自治体さんですね、こちらについては今一応法律上はですね、維持管理計画というものを施設ごとに立てるということになってますが、さらにその港を一つの空間と捉えてですね、施設ごとだけでなくてその施設群としての管理、まあ、いわゆるアセットマネジメントになるかと思いますが、まあ、そういったものもこれからはますます必要になるということで、まあ、そういう観点で国管理者ともにですね、これから維持管理をしっかりやってもらいたいということ、それから冒頭中村先生からも話がありましたけれども、まあ、なかなか今使っていない施設とか機能が陳腐化してしまった施設といったものもありますので、まあ、そういう施設については用途転換ですとか、まあ、廃止とか更新といったことをやって、まあ、既存ストックの有効活用もするといったこともこれからは考えていかなければいけないと思います。さらに点検しづらい、補修しづらいというのが港湾の特徴であるというふうに申し上げましたので、そういうデメリットを克服するためにはやはりこの技術開発というものがいった今まで以上に必要になりますので、それを民間ですとか研究機関は今まで以上にやっていただいて、国管理者さんについてはそれをしっかり現場で使っていただくということを期待したいと思います。まあ、さらにはこの人材の確保といったところは他の分野も一緒かと思いますので、これについては国管理者さん、それから学、それから学会、みんなでですね協力して人の確保、それから育成といったものをやっていきたいというふうに思ってございます。まあ、以上簡単ではございますが港湾分野の説明でございます。まあ、詳細についてはホームページの方に全文掲載されてますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。続きましては、水道部門、下水道部門の内容につきまして、東京都立大学の酒井先生より、ご報告いただきます。ただいまご紹介いただきました東京都立大学の酒井と申します。これからですね、私の方からですね、水道部門、下水道部門について、ご報告をさせていただきたいと思います。まず水道部門の方から参りたいと思います。内容といたしましては、水道部門でどのような施設を評価対象としているかというご説明と、評価の方法、そして結果ということで水道下水道を行わせていただきたいと思っております。まず水道部門の評価の対象でございます。水道の施設、まあ水源施設、浄水施設、甘露施設、まあ、水を取ってくる施設、浄水場、あるいは、浄水された水を配る施設、こういった施設がございますが、本診断書の中では、その大部分を占める甘露施設、ここを対象として評価をさせていただいております。また、水道に関しても管理形態として、まあ、浄水道であるとか簡易水道、専用水道いろいろございますが、その中で 97% を占める、
上水道事業、こちらをですね、対象に評価をさせていただいております。またその中で水道の特徴といたしましては、給水人口規模ごとに、まあ、結果が違うだろうということで、給水人口規模別に評価を行わせていただいているというところでございます。次に、まず水道システムの老朽化の概要ということで、こちらにご説明をさせていただきたいと思います。左の縦軸、投資額というところで示してありますが、この縦棒がですね、過去に投資してきた額でございます。それを見ていただきますと、1970年頃、この頃に投資の第1回目のピークがございまして、それから50年以上経ちまして、この時に作られた施設が徐々に老朽化しているというのが水道の概況でございます。水道施設老朽化いたしますと、どのようなことが起こるかということでございますが、こちらの写真にありますように、腐食等による管路破損の結果、漏水が発生するとこういった被害が見られるということでございます。またそれに対する対策としては、右の写真にあるような、例えば漏水の少ない騒音の少ない夜間に漏水発見機によって路面を温調して漏水を確認する、こういった維持管理によって水道施設を管理しているということでございます。次に水道管路に関する評価の方法でございます。水道管路、他の施設と比べまして特徴的だということがですね、点検というのがやはりしにくいという施設でございます。これは水道管、先ほどの、漏水の写真にありますように、常に、水道管の中、水を圧力をかけて供給しているということでございまして、なかなか内面から点検が難しいと。その結果、まあ、圧力をかけずに漏水が起こると。まあ、一方でですね、水道管路、当然のことながら地中に埋設されておりますので、まあ、外面から、検査をすると。これもなかなか難しいということで、まあ、健康度の評価方法といたしまして、超過管率、無効率と、まあ、どちらかというとちょっと間接的な指標ではありますが、この2つを用いて評価をしているということでございます。維持管理体制については、同じく、水道統計の中から、人的、物的、財政的な資源を表すと思われる指標の中からですね、排水管延長あたりの技術系職員数の変化率、また漏水修繕率、こういった指標を算出して評価を行っております。次のスライドからですね、これらの算出方法について具体的にご説明をさせていただきたいと思いますが、さらに詳しい内容といたしましては、最近ですね、こちらのアクアという雑誌にですね、この評価方法の詳細についてご報告させていただきましたので、もしご興味があればそちらをご覧いただければと思っております。それでは具体的な評価方法です。超過管率については、法定耐用年数である40年、これを超えた排水管の割合で評価を行っております。まあ、計算式としてはこちらに示してある通りでございますが、それに対して評価点数をこの表のようにつけまして、まあ、超過管率の割合が小さいところは点数が高く、まあ、超過管率が多いところは点数が低いと、まあ、このような評価をさせていただいております。次に無効率でございます。これは、無効水量というものを給水量で割ったこういった指標でございます。これは、まあ、無効になる水量ということで、実質的な漏水量、漏水率、これを表す指標だということでございます。従いまして、この無効率についても同様に、無効率が小さいところは、まあ、点数が高い、まあ、大きいところは点数が低いと、このような形で評価をしております。次に維持管理体制の指標に移らさせていただきます。維持管理体制の指標の1個目は排水管延長あたりの技術系職員数の変化率というものでございます。これは技術系の職員の数、これを排水管の延長で割ったものでして、これの5年前と現在の変化率、これで評価を行っております。これが 5% を超えていれば、まあ、上向きだと、マイナス 5% よりも悪いということであれば下向き、その間であれば横ばいと、こういった評価をしております。技術系職員というのは、何かと申しますと、水道統計という統計があるんですが、その中で技術職の職員数、技能職、その他職の職員数、またですね、
まあ、委託のうち技術系の職員数、これらを合計したものを技術系職員数としまして、この診断書の中では評価を行っているということでございます。これが、最後の指標でございますが、漏水修繕率という指標でございます。これは、計算式としては年間漏水量、これを無効水量で割ったものでございます。これ何をしているかと申しますと、この年間漏水量というのがですね、事故時に修繕した漏水量の統計でございます。したがって未修繕の漏水を含まないと考えられるこういった値でございます。したがいまして、これと、無効水量の比を取ることで、無効水量の方が実際の漏水量を表しているというふうに考えまして、この割合を取ることで、漏水が実際に修繕された割合、これを求めて維持管理体制の指標と提案しているということでございます。漏水修繕率につきましても同様に、高ければ上向き、低ければ下向き、その間であれば横ばいと、このような形で評価をしているということでございます。以上をもちまして、計算方法を説明させていただきましたが、それを踏まえて、の結果がこちらでございます。日本全国の、水道部門の管路の評価結果、健康度としては C、 維持管理体制としては横ばいでございます。健康度全体を見ますと、まあ、昨年度と同様に C、 要注意という評価でございます。一方で給水人口規模別に見ますと、健康度60万人以上から3万人以上までは C、 それより下の規模であると D といった評価でございます。まあ、人口規模ごとに違いが見られると。また昨年度との比較を見ますと、昨年度から給水人口規模別では1万人以上が、昨年ここ C だったんですが、それが D へ悪化しているといった状態が、現在の水道部門の状態でございます。また維持管理体制について、小規模事業体における指標値がやや改善傾向にあったことで反映して、昨年度の、下向きからは現状維持に変わっておりますが、個別に見ていきますと、まあ、特に変化はないということで、ちょっと微妙な差で、現状維持になっているということでございます。このような結果を踏まえましての処方箋でございますが、まず国は水道事業者のための技術的、財政的な援助を行うと。また地方公共団体は水道事業者の基盤強化のため広域的な連携、給水人口規模での違いを反映した結果でございますが、広域的な連携を推進する。また水道事業者は人的、財政的資源の確保に努めると。また研究機関はより効率的な技術開発などを検討する。学協会及び教育機関は人材育成の取り組みを継続するということでございます。以上が水道部門でございますが、次に下水道部門に移らさせていただきたいと思います。下水道部門については同様に評価対象としては管路施設を対象としてございます。また下水道の管理形態として、まあ、公共下水道、流域下水道ございますが、その両方を対象にしているということでございます。下水の方の評価方法、下水道管の現状でございますが、まず、50年経過した管ということで見てみますと、1970以前のもの、ここはまだそれほど多くない。一方で今後老朽化が加速していくと、こういったのが下水道管路の現状でございます。このようなことを踏まえて、どういった課題があるかということなんですが、例えば道路陥没による交通の障害、あるいは老朽化による下水管の破損、こういったことが懸念される状況だということでございます。具体的な評価方法です。下水道の方では、管路延長あたりの陥没件数、50年経過管路延長の割合、また改築延長の過去3年間の平均と50年経過管路延長の比率ということで、まあ、事故割合、老朽化の状況、改築修繕の状況から、判断しているということでございます。維持管理体制につきましては、管路延長あたりの維持管理費、過去3年間の平均調査延長、技術系職員数の変化というものから判断をしているということでございます。具体的な計算方法ですが、管路延長あたりの陥没件数はこちらの式で、このような評価方法で、行っております。また、
50年計画経過管路延長の割合同様に延長を管路延長で割ってこのような評価点数に基づいた評価、改築延長に関しては過去3年間の平均を経過管路延長で割って評価点数をこのようにつけてそこから評価をしているということでございます。維持管理費については人件費や委託などを含む維持管理費から管路延長で割ったもの、また管路施設の調査延長としては目視調査とテレビカメラによる調査の双方を管路延長で割ったもの、このあたりから評価をしているということでございます。また職員の数に関しては正規職員委託職員の双方を含むすべての技術系職員からを管路延長で割っているということでございまして、このあたりは水道との整合を取りながら評価を行ってきたというところでございます。以上を踏まえた下水道部門の診断結果でございますが、全国的な状況としては B、 しかしながら時間に対しては下向きといった評価でございます。健康度、試行版から若干評価指標を変更しておりますが、全体としては B、しかしながら大都市では C ということで要注意の状況ということでございます。維持管理体制は単位延長あたりの調査延長、技術系職員数、こういったものが全国的に減少しているという状況、また中小都市において減少割合が顕著で憂慮すべき状況にあるということから、悪化見込みと下向きといった形で評価をしてございます。これらを踏まえた処方箋でございますが、まず国は広域化や共同化を促す方策を検討するとともに、管理者とともに予算確保の方策について公民連携などの手法も含めて検討すると。また管理者はアセットマネジメントの取り組みを展開すると。しっかり資産を把握すると。また研究機関及び民間事業者は管路の維持管理を効率的に行うための技術開発を、検討していくと。また学協会及び教育機関は人材育成と技術力向上の取り組みを継続的に行う。また利用者は、油を流さないだろう、適正な利用を心がけるといったところでございまして、下水道部門、こういった結果と処方箋というところになってございます。以上が、ご報告させていただく内容でございます。最後に、水道部門、下水道部門、このような、診断書の作成メンバーで させていただきましたということで、ご報告に変えさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。それでは各部門説明の最後となりますが、鉄道部門の内容につきまして、JR 東日本の野沢さんよりご説明いただきます。ただいまご紹介いただきました JR 東日本の野沢です。これから今年初めて行いました鉄道部門の健康診断書の説明をします。まずこれ健康診断書の表紙なんですけども、左は最上川橋梁。まだ日本で鉄桁が作れなかった時代にイギリス のパテントシャフトアクスリー社から輸入した、これスチールじゃなくて連鉄 のトラス桁です。右側は現役最古の、東海道線の横浜と戸塚の間にあります清水谷戸トンネルです。で両方とも130年以上経って、こういったものを現役で使っているというのをちょっと頭の隅に入れておいていただければと思います。それでは今年初めて行いましたので、インフラ健康診断の、実施方法2番目としてその結果と解説、それから3番目として他の分野と同じように処方箋について説明をしたいと思います。まず実施方法です。これは、まずですね、鉄道、今まで、健康診断ができなかったのは鉄道会社ほとんどが民間事業者で検査結果などは非公開でした。でそのために今回は土木学会としてアンケート調査を実施して、その状態を把握することにしました。ここで検査結果、検査と言ってますが道路その他では点検と言われますが、
ほぼ同じ内容で、鉄道では検査という用語を使いますので、今日はこの後検査で統一させていただきます。それから対象とする鉄道ですけども、モノレールとか路面電車を除いた全国169社を対象にしました。で、対象169社なんですけども、大きな JR のような会社とそれから地方鉄道とやっぱり状態は違うだろうというのを当初から、想定されましたので、3つのここにある3つのグループ、第1グループは本州にある JR や大手民鉄、公営地下鉄など、それから第3グループとしては中小民鉄や、第3セクターのうち国鉄の廃止路線だった鉄道などを、第3グループとして分類することにしました。で、この169社にアンケートを取って152社から回答を得ました。17社回答ができなかったんですけど、これ去年の10月にアンケートを実施したために台風19号の、被災を受けて復旧をしているので勘弁してほしいという会社がほとんどで、路線延長にしますとここにありますように 98.4% の、路線について回答を得られましたので、おおむね全体を網羅しているんじゃないかと思います。アンケートの調査項目ですけども、鉄道のインフラいろいろあるんですけども、そのうちの橋梁トンネル軌道の3点について保有状況経年種類などを調べました。それから、各社で検査の結果がありますので、構造物については健全度、下に参考までに鉄道の検査の体系と、それから下に検査での判定ランクがありますけども、これをアンケートで答えていただくようにしました。それから、維持管理体制の状況、矢印の方に関しては、予算、人材、将来に向けた取り組みなどを、答えてもらうようにしました。まず結果の前に、鉄道のインフラの状況なんですけども、橋梁は平均で 64.6 年、120年以上使っている橋梁も6000年以上あるとかいう状況です。それからトンネルに関しても平均は 65.9 年で、120年以上使っているトンネルも100近くあるというような状況です。で、まず ABCD の施設の健康度の方につきましては、事業者の健全度判定とそれから損傷度の算出ということで下に、式があるんですけども、この換算式で、損傷度というのを算出することにしました。橋梁トンネル構造物は健全度判定、軌道の方はその線区の軌道整備基準値を超過した年間の平均回数から算出をしております。で、それをもとにここにA 健全、 B 良好という他の分野と同じ健康度をこの損傷度によって割り振りました。軌道の方につきましては鉄道のバラスト軌道などは、壊れるのを前提に作られてますので若干違った仕様をの定義をさせていただき、ここにあるような A から、E 危険までの分類としました。それから、先ほど 98.4% の、鉄道会社が答えてくれたとお話したんですけども、同じような輸送密度のある線区からはその一つを、代表で答えていただいてますので、その結果として、これだけの線区の答えがあって、最終的には例えば橋梁とかトンネルとか軌道でも大体日本全国の鉄道の4割ぐらいがサンプリングとされて今回の結果となっているという形になっています。それから矢印の方の、維持管理体制の方につきましてはアンケートの予算、人員、将来計画、技術開発などを、土木学会の方で、1から3点までつけて、それでこの式位置で上向きとか下向きとか評価をしました。その予算に関しては1グループ、2グループ、3グループでやはり中小民鉄などが多い3グループでは予算の支障があるというのも土木構造物軌道とも出てきたり、
それから人材に関しても3グループに関しては、まあ、最低限でやりくりしているとか、あとはこの赤い囲ってある支障があると答えて、いただいた鉄道会社もあるというような状態でした。逆に技術開発 ICT 利用の方は、こちらの民側の方が多いと、まあ、もう効果を発揮しているとか取り組み中なんですけども、やはり第三グループの方はまだなかなかそれに取り組めていないというような状況でした。では、このインフラ健康診断の、結果と解説の方に移ります。まず、橋梁です。橋梁は全体としては B 横向きです。で新幹線に関しては、まあ、あの一部の専門家にもあのいろいろご心配していただいたところもあの改善されて、東海道新幹線の大規模修繕も終盤を迎えたり、あるいは、山陽新幹線以降は、疲労にあのの心配のない橋梁になっているというようなこともあって、新幹線は A、その他は B という。ただ、維持管理体制はあのグループ3は、下向きというような形で、で橋梁に関しても経年はほとんど関係なく、まあ、同じような状態だというようなあの結果になりました。それからトンネルです。トンネルは全体が B で、これは新幹線からグループ3まで、健康度は全部 B となりました。でこちらはトンネルの方に関しては、長大トンネルでナトムでできたきれいなトンネルでも一箇所悪いところがあると評価を下げるとか、で片やグループ3であっても1999年に山陽新幹線の福岡トンネルで復興落下事故があったときに直したこともあるというようなことで、まあ、これはあの分野問わず B、 ただし維持管理体制はグループ3は下向き矢印というような状況になりました。軌道に関しては、もう少しあのグループの差が出て、新幹線は、A、 これあの各線区の整備基準値を超過したのから換算してるんで、新幹線はかなり厳しい基準値なんですけども、それでも A、 それからあの1グループ2グループは、B なんですけども、グループ3は D、 しかも下向きというような状況になりました。これあの全体で見ると、このような形で、特に3グループに関しては、維持管理体制はみんな下向きですし、軌道は健康度も D ということで、まあ、結構厳しいんじゃないかというアンケート結果にもありました。これをもう少し土木学会として分析することにして、軌道の下位5社をここにあの右側に赤で囲ってあります。例えば、一番上の線路保存費、どのくらい、まあメンテナンスにお金をかけているかということに関して丸1の部分ですけども、1グループの20分の1ぐらいしかお金をかけてない。それから現場の社員丸2ですけども、1グループの4分の1ぐらいしか人が貼り付けてないというような状況であることが分かりました。でこれは、まあ、第3グループというか地方選区ではメンテナンスをきちんとできてないんじゃないかと思われるかと思いますが、今度丸4を見てください。これは、営業収入を分母にした、保存費の、あの割合なんですけども、これは 12.2% ということで、実は、1グループとか 2グループ他のグループよりもその倍ぐらい、あの収入に対する、メンテナンス費用をかけているということになります。これ何を意味するかというと、地方鉄道ではもうそのメンテナンスの限界に来ていて、お金をかけたくても、収入からかけられないと、そんな状況になっているということが分かっていただけるかと思います。でこれらをもとに土木学会として、処方箋を作りました。主に、鉄道業界全体、まあ、自助努力というか鉄道業界全体として、継続的に鉄道を、運営していくためのもの、それから下は今度は先ほどあった地方交通線のようなもので、これは鉄道事業者だけではなくて国や沿線自治体利用者と一体となって、考えていかなければいけないことという2通りの処方箋に大きく分けました。その2枚のスライドを、最後見ていただこうと思います。まず
鉄道業界全体として取り組むべき方策としては、まあ、これは他の分野とも同様ですけども、メンテナンス技術者の確保と育成、それから、メンテナンス技術の集約向上とか、あるいは鉄道業界全体でのマネージメントの確立ということが挙げられました。そして、効率的かつ高精度なメンテナンスの実現として、まあ、省力化、省メンテナンス化を目指した設備投資などが必要だとか、あるいは働き方改革、生産性向上に、を睨んで機械化、装置化による生産性向上とか、あるいは、去年とか計画運休とかも話題になりましたけど、もうちょっと日中時間帯でもメンテナンスをできるような体制を実現するようにしようとか、まあ、そういったことが処方箋として掲げられました。そしてもう一つ、これが最後ですけども、先ほど見ていただいたように地方交通線、実は一生懸命メンテナンスしてるんですけど、これ以上お金もかけられないというところに関しては、まずはメンテナンスレベルに応じた輸送サービスを再考したいと。でこれは何かというと、大雨や地震が起きた時などすぐ列車が止まっても許してもらうと、徐行をかけるとか、そういったことをしないともう地方鉄道をやっていけない路線がある。それから2番目としては、まあ、それでも地方その地域として鉄道を残したい場合には公的資金とか、支援をするのが重要だろうと、考えました。で方策3として、その公的資金、公的支援もできないような場合では、もう鉄道としては存続できない、メンテナンスから見ても存続できないということで、もう鉄道としての、機能が果たせなくなって、 BRT ですとか、あるいは路線バスなどに、モードを転換するというようなことが必要ではないかというような処方箋を同学会として提言させていただきました。以上で今年初めての取り組みとなりましたが、鉄道分野で取り組んだ健康診断書の内容の説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。野沢さん、ありがとうございました。以上がですね、2020インフラ健康診断書の各部門の説明となります。それでは、ただいま時間になりましたので、予定をしておりますパネルディスカッション、健康診断結果から考えるインフラ維持管理の在り方ということで、始めさせていただきます。私、このパネルディスカッションの座長を務めさせていただきます名古屋大学の中村でございます。よろしくお願いいたします。ちょっとだけ共有をさせていただきます。先に本日のパネルディスカッション、ですけども、ここにお示ししますパネリストの方に集まっていただきまして、議論を、したいというふうに思います。いずれも、パネリストは健康診断委員会のメンバーであり、各分野の第一人者の先生方にお願いをしております。簡単に私から、紹介をさせていただきますと、学会長でありこの健康診断委員会委員長代理の、家田先生、それから、健康診断委員会委員でマネジメントを専門とされる小沢先生、構造物を専門にされている三木先生、河川を専門にされている山田先生に健康診断委員会のメンバーからご参加いただきました。また先ほどご講演いただきました国土交通省の森戸様にも参加をいただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。でまた少しスライドを共有させていただきますが、で本日のパネルディスカッションですが、ここに示すような内容で、議論できればと思っております。で最初に、
全員の方に健康診断の結果あるいはメンテナンスの現状を見て、それぞれの立場でインフラの維持管理の現状での問題点と思っていることというのをお話しいただきたいと思います。またこのディスカッションの締めにおきましては、健康診断委員会や土木学会によるインフラ診断が扱うべき内容や方向性、診断結果の公表の方法などについて、この委員会あるいは土木学会ということにがどういうことをやるべきかということで、今後についてご意見をいただければと思います。また途中につきましては、メンテナンスを考えるということで、ここにいくつかの項目を挙げていただきましたけども、議論をしていただきたい項目、ご意見をいただきたい項目、私の方で挙げさせていただいて非常に多数あるんですけども、全てをご議論いただくことは難しいという、限られた時間で難しいということですので、話の内容に従いまして、適時いろんな項目で、ご意見をお聞かせいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。でまずは、最初の項目、健康診断の結果、最初のご質問です。健康診断の結果あるいはメンテナンスの現状を見て、それぞれの立場でインフラ維持管理の現状での問題というのを思っていることを、お聞かせ願いたいということで、こちらにつきましては全ての皆さんからお聞かせ願いたいと思います。では私の方から、順番で振らせていただきますけども、まず家田先生、ご意見いただければと思います。はい、どうもありがとうございます。僕は今日は会場にいないんで、ざっくばらんにやってますけども、皆さんお元気でやってますかね。それからまたこれ聴衆していただいてる皆さん、どうもありがとうございます。また後でね、ディープな話が入ってくると思いますけど、メンテナンスってのはもう何て言うんですかね、真ん中中にの真ん中にあるべき仕事なんですよね。だからそれが、どうやらこの健康診断っていう格好で、定常的にいろんなことをやるようになって、これは今日コーディネーターやっていただいている中村先生の貢献が非常に大きいんですが、それが5年前から着手して、で、今回かなりのところまで来て、公共セクターが持ってるものだけじゃなくて、鉄道という民間セクターが持ってるものについても評価ができるようになったというのは非常に大きな前進で、第一段階を超えたなというところを思っているところでございます。本当に関係した方々、非常にたくさんの人の努力によってできたんですが、頭を下げたいところでございます。その上で一つ二つ感想を言うと、一つはですね、今表現されているのは地域ごとに都道府県の大きさでまとめてですね、ここは平均よりちょっといいんじゃないかなとか、ここはちょっと平均より下じゃないかなっていう、そういうような表現でマップ表示もできて、これはもう、大きな前進だと思います。それまではですね、率直な話、いろいろこうみんな努力してきたんだけど、これをね、露骨に見せてもらっちゃちょっと困るよみたいなムードもないことはなかった。だけどそれがいろんな努力によってここまで、上半分か下半分かってことと、都道府県単位ではあるけどもね、よりこの比較可能な格好で出るようになったのは大きな前進だと思います。だけどもう一歩進もうとするとですね、これはもっと細かく出したい。市町村くらいの大きさで、どうなってるかなって色分けが出てきたりですね、あるいはに上半分か下半分かってだけじゃなくてね、5段階評価くらいで、出してみるとね、そうすると随分この様子が変わってくるんじゃないかと思います。と申しますのも、この健康診断っていうのがどういうためにやってるかっていうと、何もこれ道楽でやってるんじゃなくて、メンテナンスっていうのは国民がこのメンテナンスってものに関心を常に払ってもらうってことがもう本当に僕は根本中の根本だと思うんですね。なんか大きな事故でも起こるとマスコミを含めて注目するけども、そうじゃないとつい後回しになっちゃうところじゃダメなんです。だから常に国民がメンテナンスのことを気にしてるためには、自分の住んでる市町村っていうのは隣と比べてどうなのかなとかね、うちの市長は一生懸命やってるって言ってたけど、なんだ結果大したことじゃねえじゃねえかとかね、そういうその国民の目を通して健全な意味での
競争が始まり、そしてより良い方向にメンテナンスが向いていくっていうことが根本の目的だと思うんですね。まあ、そのためにもなるべくプリサイスなものを国民が見てくれるようにする、まあ、これが次の課題じゃないかなとは思ってます。でもう一つ申し上げると、今回、前会長の林八夫さんの努力と鉄道関係者の大変な協力によって、初めて民間セクターである鉄道が評価に加わりました。これまあ5年前に始まったのは道路の橋っていうところから始まってるんですけど、ついにここまで来た。だけど国民にとってみるとですね、これ別に国が持ってみようとね、あるいは民間会社が持ってようと、私が乗る道路、私が乗る鉄道は同じなんですよね。でもっと言えば民間会社でやってるインフラまだまだいっぱいあるんです。ガスもそうだし、それから電力もそうだし、通信もそうだし、みんな国民にとっての共通のインフラなんです、基本は。そういうことを考えると、この鉄道を皮切りにさらに民間部門へのその展開を図っていくと、それによって国民の心をもっともっとメンテナンスに引きつける、それが大事じゃないかと思ってます。以上でございます。家田先生ありがとうございました。では続きまして小沢先生、ご意見いただけますでしょうか。音声が、小沢先生ミュートになってるよ。音声が入ってないですね。あ、まだ、あ、音声が入ってないですね。こう、聞こえますか。あ、聞こえました。あ、聞こえました。聞こえますか。はい。それではもう一度繰り返します。健康診断の結果から分かることは、健康度については各部門施設で、その結果についてはそれぞれ異なるという状況ではありますけれども、その矢印で表される、維持管理の体制については健康度によらず、悪化見込みという施設が、多いということから、現状の維持管理体制では健康状態の改善はもちろん、維持も難しく老朽化が進んでいく状態だということが評価されているということが理解できるかと思います。で、私自身、マネジメントあるいはアセットマネジメントという視点で、この問題を考えると、アセットマネジメント、インフラの維持管理の問題というのは、それを管理している者にとっての組織の問題だというふうに捉えることができます。つまり、管理している、インフラアセットは、組織にとっては、収益であったり便益をもたらす非常に大事な資産なので、これを適切な状態に維持できないということは、収益なり便益が将来見込めなくなってしまうということになるので、組織の問題としてこれを、どういう対応ができるかという問題で、この維持管理の体制の問題を、非常に、有識問題なんだろうというふうに、捉えることができます。で、まあ、組織の問題だと、維持管理は日常の、インフラ管理者にとっては、避けて通れない、必ずやらなきゃいけない仕事で、ここが問題があって再構築が必要だと、いうことは、これは組織にとっては組織を変えなきゃいけないという問題に置き換えることができるかと思います。で、これが、現状、うまくいってないということは、組織が、自ら組織を変えるということができていないということかと思います。で、ただ、公共行政がインフラを管理しているということから、多くの場合、想像すると、行政の組織が、自ら組織を変えるというのはもともと得意ではないと、ということに、原因があって、これをどういうふうに解決するかというのが我々が解かなきゃいけない問題かなというふうに思っています。アセットマネジメントの実装に取り組んでいる行政組織は、そうは言ってもいろんなところでいろんな形で進められています。そこから学べることは、組織を変革するには共通して見られるいくつかのステップがあって、
こういうステップを踏んで、組織全体で、問題を解決する努力をすれば、それを実行することも可能だということで、まあ、こういう取り組みを、日本全体で共有し、必要なところで変革が進んでいくということが 今後求められるところかなというふうに理解しています。以上です。小澤先生、ありがとうございました。それでは続きまして三木先生、よろしくお願いいたします。三木でございます。最初に山田さんが立場に、それぞれ立場が出ていましたけど、どういう話をしているのかですが、構造物の中で、長年構造物で、その疲労と破壊という、極めて珍しいというか、馴染みの薄い分野の50年研究している人間という立場で話をしたいと思います。で、ただ、高構造物についてですね、崩壊する現象っていうのはそれしかないんですよね。徐々に錆びていったって崩壊はしない。疲労亀裂が入って全世界すれば崩壊しますから、まあ、アメリカ等で議論しているのはみんなその問題だということになってきます。そういうふうな点から2点お話ししたいと思います。1点はですね、先ほどの講演で野沢さんの講演のところに入ってたんですが、同じ橋梁でもですね、まあ、例えば道路と鉄道では全然違うんですね、状況がですね。それは鉄道橋では明治の時代から疲労設計が入ってたんですが、道路橋で言えば2012年まで入ってないんですよ。ということは 大問題だということになってきます。まあ、そういうふうな面で、例えば鉄道橋の中でも、さっき、お話があったように、新幹線のようなものから地方の民鉄まで、僕は民鉄のまで見てます、実は。だから見に行くとですね、先生、点検してるんですが、壊してるんですかって聞くんですよね。ハンマーで叩くとウェブに穴が開くんですよ。これが現実だと思います。こういうふうなものから、まあ、ピカピカの橋梁まで鉄道橋にはあります。道路橋でも同じですね。道路橋でも僕は地方に行くとですね、草が生えている橋梁に必ず自治体の方に文句言うんですよね。メンテナンスの議論するなら草だけ、草ぐらい抜けようということなんですが、まあ、そういうふうなものから高速道路まであるわけですよ。このあたりのことを共通認識を持たなきゃいかんし、まあ、土木学会でやるとすれば、まあ、このあたりをやんなきゃいかん、きちっとしなきゃいかんだろうと。もっと言えばですね、今やってる道路点検のところ、最初、まあ、笹子の事故があって、道路メンテナンス技術委員会というのができた時の立ち上げの委員長、僕なんですね。5年間やったんですが、その時にですね、最初にお願いしたことは、直轄国道とか、運動国道とか、地方道とか言うなと、ユーザーから見れば同じじゃないかと、自分がですね、その村道の上にいるのか、直轄の上にいるのか分かりしないわけですよ。そうすると、国民目線で言えば、全部同等でなきゃいけないと思います。これが第1点目ですね。この広い幅をどうしていくのかっていうのを考えなきゃいけない。2点目はですね、今日お話聞いててあれと思ったんですが、点検と診断が一緒になっちゃってるんですね。で、僕は時々このようなメンテナンスに対して時々引用するのは、人間の健康と一緒ですよと。皆さん人間どこに行くでしょうと。最初検査技師がいろいろデータを取りますね。それをもって総合医が判断するわけですよ。総合医は自分では大抵嫉妬しないですね。がんならがんのところに行けとか、脳がおかしければ脳とか行けっちゃうわけですよ。これが今日の議論というか、そのインフラのメンテナンスの中で、点検と診断、さらには補修補強まで行っちゃってるんですね。誰がそれをやるのかということをよく考えた方がいいと思います。僕自身はそれぞれやる、求められるの資格も、まあ、なんていうか、能力も違うし、資格も違ってくると。そのあたりは、やはり誰が点検し、誰が診断し、それに対する対応をどうするかって、僕はその、多分道路構造物のあれだと思いますが、補修補強って言葉はやめたんですよね。多分今、国家省に入ってるやつと全部措置になってるはずなんですよ。措置っていうのは大事な言葉なんですね。何もしなくてもいいのがいっぱいあるわけですよ。的確な点検と的確な診断があれば、放置してもいい構造物が山ほどあるはずなんですよ。そうすると先ほどの話じゃないけども、一気にかかる費用が落ちてくるだろうと思います。まあ、そのあたり2点、まあ、今日話聞いてて感じたところです。以上です。三木先生、ありがとうございました。それでは山田先生、いかがでしょう。ご意見いただけますでしょうか。はい、中央大学の山田です。私は河川に関わる部門の、健康診断を担当しろということで、守備範囲はですね、川の堤防と、
水門、肥門、肥管、いわゆる河川構造物およびダム本体を担当しなさいということになったんです。でその結果、ダム本体は A とか、それから、国管理の堤防の部分、あるいは都道府県管理の堤防は C ですから、C というのは、C というのはよく見ておきなさいと、要注意というんですね。A が健全、B が良好、C は要注意、D は要警戒、E は危機的という状況です。で問題が出てきたのは、都道府県管理の河川構造物が D でした。そこに行く前にですね、この診断、特に堤防の診断について、我々担当委員の先生たちと随分 論争しました。それはですね、堤防というのは自然鉱物と呼ばれてて、まあ、鋼やコンクリートとは違ってですね、土を盛り上げた土手原則ですから、土を盛り上げたものなんですね。でそれも大昔から永遠と築堤してきてるわけで、それの診断というのは外から見てもまず難しいと。でさらにややこしいのはですね、最近起きている大きな災害、洪水災害はですね、ダムを作ったり堤防を作ったり、堤防を作るときには堤防の高さとか幅とかをある雨の基準に基づいて作るわけですけど、この5年ぐらい、あるいは10年ぐらいの大洪水は、その計画の雨をはるかに超えるような大雨が降ったがゆえに、堤防をあふれてですね、堤防を越水してですね、堤防が壊れるというパターンが多くて、昨年の台風19号ではですね、88% の部分が、堤防後の越水なんですね。そうするとテレビとかメディアを通じて、そういうものに対する堤防 の力、実力はどうなんだというふうに見たがるんですけども、ここで言ってるのはそれじゃないんです。そういう計画以上のものが来た時 の実力を判定してるわけではなくて、計画の雨が、仮にあったとしたら、それで計画上ある水位が決まります。川の水位が決まる。その水位以内できちっと水を流せるようになっているのかというところが、そこを重点的に、見ようということになりました。つまり、これから先地球温暖化とか考えると、とんでもない大雨なんて降るわけですから、その川の堤防の実力を見るというのではなしに、ある基準のところの水位の以内できちっと機能するのかしてるのかという観点でものを見ようということになりました。だから最初の方はまた別の機会にその実力の判定はしようということになりました。それでですね、これ、用いたデータはですね、国土交通省からですね、年1回以上国および地方自治体の管理している堤防等を点検をやるようになってるんですけど、その堤防点検のマニュアルを作った時の委員長でもありますので、この委員会にも私が入っていると思うんですけども、それを基本データとし、あるいはアンケートを出すことによって維持管理の体制等を見てみました。でその結果ですね、堤防に関しては C という判定が国および自治体でも出てますけども、実はこれ矢印も下向きです。で特に、我々が気になったのは、自治体の方でそれ点検をやってないというところがものすごく多くてですね、やってるところはほぼ 100% やってるんですけど、やってない、あるいは情報が全く上がってこないという自治体がかなりの数あってですね、ここその部分は評価に入っておりません。だから返ってきたデータだけで見たら、こういう C という判定でしたということで、今後ですね、自治体の方の点検評価とか、
維持補修とかいうのがどういうふうに行われているのかという情報がもうちょっときちっと上がってくるようにならんといかんなというのが全体の感想でした。また後で詳細は説明させていただきます。はい、山田先生ありがとうございました。それでは、最後になりますけども、先ほどご講演いただきまして、ご講演の最後に4つの課題ということでお話をいただきましたけども、今の皆様の話も踏まえながら森戸様から少し課題ということでお話しいただければと思います。はい、はい、先ほどもお話をさせていただきました森戸でございます。よろしくお願いいたします。今中村先生からもお話しいただいた通り、私先ほどの30分の話の最後に、4つの課題ということで、申し上げさせていただきました。で、今のそれぞれ、先生方の話を踏まえてというご家紋でありますので、少しお話しさせていただきます。最初小澤先生からやったら、施設を行政の組織を変えていかなきゃいけないという点については申し上げる通りかなというふうに思いますが、なかなかそれが得意じゃないというのも、十分先生方もご理解をいただいているところか。で、そこは多分最後に先ほど申し上げた4つ目の民間のノウハウとか技術力を活用するといったようなところが、きっとそこになんか一つのこうパーツを投げかけてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。ただそれだけではなくてですね、なかなかちょっとまだ私の頭の中にあることなので、今日全国でたくさんの方が聞かれている中で申し上げるのは非常に難しいので、少しちょっとオブラートに包んで申し上げますと、今のその国、都道府県、市町村という行政組織があって、先ほど言いましたそのたくさんのインフラは市町村の方に管理をしていただいている。でもそれぞれの市町村がお一人でやっておられるところに、やっぱりちょっとこう辛いところがきっとあるんじゃないかというところあるの で、今すでにその県が市町村をご支援、されるとか、そういった仕組みがすでにあるわけではありますが、なんかこの複数の市町村がみたいなことがですね、少しこれからなんか一つのきっかけになっていくんじゃないかなというふうに思っています。いかんせん、組織の話なので、これ国の役所の中でいうと私たち国土交通省だけで対応ができる話じゃないので、今日こんなにオブラートに包んだお話をしかさせていただき、今日いらっしゃる先生方だけの5人の中の話ならいくらでもするんですけれども、そこはご容赦をいただきたいと思いますが、そんなこともこれから考えていかなきゃ いかなければいけない課題じゃないかなと思いますし、それが先ほど私申し上げました地方公共団体へのご支援という形にもつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。それから三木先生からお話がありますの補修補強と、措置みたいなところの、あるいはその点検診断誰がするのかみたいなですね、そんなお話はすみません、私はそういう意味では三木先生にだいぶご指導をいただいて期間が長いので、分かっていながら、今日のお話ではざくっと大きなお話をさせていただいたつもりであります。ただ現状でいうと、そこのやっぱり一番最初の見る現状を把握する点検というところもまだやっとそのワンサイクルが終わったというのがほとんどでありますし、そこはこれからどんどん高度化をしていかなきゃいけないんですが、繰り返しになりますけれども、地方公共団体の皆さんが一番の課題なんじゃないかという思っているところからすると、その皆さん方がしっかりやっていただけるためにどうしていくのかというようなところをこれから考えていく、まず第一歩を進めなきゃいけないというところかなというふうに思っております。先ほど先生おっしゃったやっぱり誰が何を役割分担するのかというところは、もう一歩二歩ぐらいちょっと先なのではないかな、こんなふうに思っております。から最後、山田先生からお話になりました、特に2つ目の方ですね、この自治体さんのその現状情報をどんなふうにされているのかといったようなところ、これまさに我々もしっかり議論をするためには把握をしなきゃいけないところかというふうに思ってます。で、すでに先進的な取り組みをされておられる自治体さんも世の中にはございますので、これは小澤先生からもご紹介ありましたけれども、そういったところの情報だとかをしっかりまず我々も収集するとともに、それが横展開できるような何かのシステムを構築していく、システムの構築というと格好がいいんですけれども、なんか情報がしっかり横に広がっていくような方策を
考えていくということも我々に求められている対応策なのかな、こんなふうに思っている次第です。とりあえずこんなところでまずはお許しをいただきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。まずあえてそれぞれの立場でということで、そういうお立場を踏まえていろんなお話をいただきました。家田先生からは、特に国民の皆さんにきちっと見てもらうということで、まあ、それの方法として自治体まで見せるとか、それから民間、まあ、国民の目から見ればインフラの違いはないということで、この点については三木先生からもユーザーから見れば端は端だというようなことをご指摘いただきました。また小沢先生から組織の問題ということ、それから三木先生には今森戸様からも、ご指摘いただきましたように、まあ、メンテナンスサイクルの中でそれぞれ点検診断と措置ということをきちんと位置づけて、それぞれ、まあ、位置づけた上での対応ということでが必要だということ、それから山田先生からは自然鉱物のあり方、それから自治体の問題ということ、で森戸様には、まあ、総括するような形でフォローをしていただきました。で、さまざまな切り口からご意見いただきまして、まあ、どこから行こうかなということですけども、少しやはりこう、まあ、国民の目で見るとか、まあ、維持管理はやはりな小沢先生にも日々の仕事と小沢先生も言われましたけども、こう長く続けていくと、やっぱ長く続けるためには何が必要かということで、やはりマネジメントで言えば契約的な問題でこう長く作れるような仕組みが必要だろうと思いますし、それから産業として一番最初橋本委員長から挨拶されました産業化としてきちんと整理しないとやはり長く続かないんじゃないかというようなことを思っております。そういう意味ではどう長くこうきちっと続けるためには、契約的な問題やこう産業化をどうするかというようなことについて少しご意見をいただきたいなと思ってます。で、こう契約的な話となるとまず小沢先生にちょっと当然振りますけどいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。契約にしても産業にしても、まあ、維持管理の体制をどう作るかという問題なんだろうと思いますが、歴史的に振り返ってみると、もともとインフラの管理者は、日々のインフラの維持管理はもともとはインハウスでやってきたんだろうと思います。で、高速道路を管理を担っているネクスコであるとか、鉄道事業者は、そのある部分の維持管理の保全の仕事は、日々ある業務を続けていかなきゃいけないので、グループ会社であったり子会社であったり、自らそういう体制を作って、特殊な大規模なものについては外注はするけども、基本的には自分たちの仲間でそれを支えるという体制を作っているという状況です。一方で行政の組織の方は多くの部分を外注するというやり方に少しずつ変えてきて、その歴史の中で個々の業務作業を順番にこう外へ出していったのでですね、小規模でものによっては中には複雑なものも含まれていて、民間にとってはあまり魅力的でないマーケットになってしまっているというのが今の状況かなというふうに思います。で、そこに森戸さんも言われた新しい技術も取り込んで、民間のノウハウを活かせるようなマーケットに将来していくためにはということでは、先ほどは複数の市町村をと言われましたが、まさにバンドリングと言われる包括的にある範囲まとめて仕事をしてもらえるような状況を作っていくということが大事で、包括的な契約であるとか包括的な民間委託とか、まあ、そういうのを考えていく必要があるというふうに思います。で、そのための入札契約のガイドラインについては土木学会でも2015年にある事例集も含めてこういうふうに契約をしたらどうでしょうかという参考になるような資料を出させていただいてますし、国交省の方でも公共施設管理における包括的民間委託の導入事例集ということで、複数の分野にわたるそういう事例を参考になるようにということで、皆さんに提供しているという状況かなというふうに思います。ただ一方で、まあ、そういうのをそれぞれのインフラの管理者が
自分の問題として捉えて、自分たちが、そういう取り組みをしていこうというところに、つなげられるかどうかというのは、また別の問題としてあって、でこれを、民間の人たちも参入しやすいマーケットにしていくためには、そういう取り組みを広げていかないと、なかなかそういうふうにはつながっていかないのかなというふうに思いますが、まあ、その参考になる種はもうすでに我々持っているので、まあ、これをどうやって実現していくかということが今問われているかなというふうに思います。小沢先生、大変示唆的なお話ありがとうございます。まあ、多分最後には、じゃあ三木先生お願いします。少し分かりやすい話をしようと思うんですが、はい、ある橋にクラックが入ったんですよ。僕が診断した結果、直すのは20万円ぐらいと思ったんですよ。同じ箇所が100箇所あるんですよ。僕が管理者に何言ったかと思うと、お金かかりますよって言ったんですよ。 でも難しいからね、技術力のあるところに出してくださいねって言ったんですよ。だから20万かける100、これだとですね、技術力のある会社には入ってこれないよね。その時に何が問題かって、技術量はただなんですよ。でそこのところ、ね、もう少し契約の中で、今でいうものが動かない限り、お金にならないような契約をしている限り、今ここで考えているようなメンテナンスっていうのは出てこない。それがインファンスエンジニアが大事だったゆえんですよね。今でもインハウスで、鉄道はインハウスでかなりやってる、ほとんどやってるのかな。でやはりインハウスが大事なだというのはそこにあると思います。技術に対してちゃんとアプリシエイトするような仕組みがない限り、このメンテナンスの分野での、まあ、発展というのはできないし、民間に依存してても売れなきゃ誰もやらないわけですよ。だいたい一つの投資に対してどれぐらいのものを期待するかというと、100倍ぐらい のリターンを期待するわけですね。100倍じゃ効かないかもしれない、その分野だと。でもそれはこの分野にはないわけで、例えば20万、1箇所20万、100箇所を一気にやるってやつに対して、その数倍の技術量を出すような契約制度っていうのをぜひ小沢先生考えてくださいね。僕はどうしていいか分からんけどね。それも可能で、お金の払い方はまさに契約の中の非常に大事な事項なので、どういうものに対してどういうお金の払い方をするのかというのを、ちゃんと契約の中で位置づけて、そういう仕組みを実際に実践すれば、いいという話で、それは、やろうと思えば管理者はできるはずです。なかなか業者の分離とかいろいろあって難しいみたいですね。このあたりはぜひ工夫しなきゃいかんと思うけど、いずれにせよ工事費でね、数十億になる仕事ってそんなにないですよ。実際の今さっきの予防保全みたいな話の中だと、一つが10万20万話になっちゃうわけですよ。それをそれなりのところに出している限り、この分野は良くならないし、10万20万でもその技術量をもっと払うような仕組みができれば、技術がある方がいろいろ考えると、技術量で稼ごうというふうな雰囲気ができるかどうかだと思いますけど、ぜひ考えてください。非常に面白い話で、まあ、すぐに森戸さんに振りたいところですけども、先に、まあ、飯田先生、ちょうどこの1週間前に鉄道の講習会もありまして、鉄道がまさにインハウスエンジニアというかグループ化として、まあ、うまくやってるとかということがあったんですけども、で、まあ、鉄道と道路との違いがありますけど、飯田先生、この辺りのご意見いかがですか。まあ、鉄道と道路の前にね、今、三木先生、小沢先生がおっしゃってるような辺りのところについて、ちょっと、まあ、最近思ってることを言おうと思うんだけど、まあその通りなんですよね。それで2012年に笹子トンネルの天井板起きてから、そういうことばっかり言ってきたんですよ、僕ら。いや、三木先生も小沢先生も僕もね。ずっと言ってんだけど、大して変わんないんですよね。でそれはね、結局こんなにでっかい問題でドサッとこう量があって、しかもこれからももっときつくなってく問題なのに、今までやってきた基本的な精神はね、今までの仕事の仕組みをマイナーチェンジすることによってなんとかこなせないかっていうのを基本的に考えてるから、三木先生や小沢先生言ってるところに到達しきれないんですよね。森田さん、そんな感じするんだよね。つまりね、ちょっとだけ改善するってのはすごく難しいんですよ。バサッと改善するのは意外に優しいのね、と思ってます。それでなんで今発言求めたかっていうと、
このコロナウイルスでね、我々のちょっとこら自粛で自宅にいなさいよってこと、ステイホームになって鉄道なんてガラス気になったでしょ。で鉄道のその混雑をね、なんとか 120% なら 130% にするっていうのをずっと言ってきて、30年40年かかったって 10% 20% しか落ちないんですよ。ちょびっとずつやってるから。だけど人間の暮らし方、物の考え方っていうのをガラッと変えればこんなに変わるんだよね。つまり今日本はじゃなくて世界中がかな、世界中が共通してパンデミックを経験したことによって、仕事の仕方から契約の仕方から、ほら典型的にハンコを使うのどうかとかあるんじゃない、ガラッと変えようとしてるでしょ。それに機会を乗じて我々のこのメンテナンスに関わる契約制度やなんかもガラッと変えるとなれば、うちの国は安泰ですよ。でそれをやらないでマイナーチェンジでこなそうなんて言ってたら、三木先生がね、まだ長生きされるでしょうけど、三木先生の存命中には解決できないんじゃないか、大変心配しますよ。森戸さん、ぜひここはね、大改革を踏み切ってほしいんだけど、どう？ということで、森戸さんは振られましたけども、いかがでしょうか。はい、正直申し上げまして、今私この場に座っていることを非常に後悔をしておりますが、いやでも先生おっしゃること非常によく分かりますし、本当に今この2ヶ月で日本がすごく変わったなっていうのは本当に日本の全国民が実感をしていることだと思います。先生方が本当に議論されていろんな鉄道も首都圏の鉄道もどうしたら混雑緩和できるかってこれでされておられたのに、先生おっしゃったように、コロナがっていうとちょっと言葉が適切じゃないかもしれないですけど、これだけ皆さんが行動自粛だと言った瞬間に鉄道があれだけ少し、まさか私もこの間ちょっと見聞きしましたら、東海道新幹線も1両に人がほとんど乗ってないようなこともこのコロナの時期にはあったということであります。東海道新幹線があんなに空いてる、そんなに空くことがあるのかみたいなですね、そんなこともあるので、でさっきの契約のお話にちょっとお話を戻しますと、きっといやもうおっしゃる通りそうなんだろうと、今の既存のシステム、これのどこをどう変えればやろうとしていることができるかっていうふうについつい行政の人間は考えますので、そこがハードルなんじゃないかと言われたら、もう返す言葉を持ってないというのが実態で、ただ一方でやっぱりこれがちょっと役人的すぎる発言になって、本当に全国で聞いておられる皆さんに、お前そんなこと言ってるからあかんのじゃないかとお叱りを受けるのかもしれないんですけど、やっぱりそのあるべきものは最大限に使いながらやっていくっていうのが、なんか行政のどうも仕組みになってございますので、そのあたりはですね、このなんていうかね、いろんなご指導をいただきながらできることもあるかと思って、でそういう意味で言うと契約の問題でちょっと今日のインフラメンテナンスのお話とは違うのかもしれないんですが、数年前に私ちょうどちょっと小沢先生ともご一緒に仕事をさせていただいたんですけど、 ECI っていう方式を我が国に取り入れられたっていうのは、あれは全然全く新しいものが取り入れられたっていうところだと思いますので、決してできないってことではないと思うんですが、じゃあ今お前ここで約束しろと言われると先生ちょっと勘弁してくださいっていうのが正直なところでありますが、その必要性は十分認識をしたいところであります。以上です。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もう自由に発言いた、何か発言、小沢先生お願いします。はい、すいません、便乗して冒頭に組織変革の問題だって申し上げたのはもうまさにそこで、実は、組織変革アセットマネジメントが実装できているところで見られる 6つの、段階っていうのは、一番最初は、まさに危機意識の醸成と必要性の、組織内での共有ができるかどうか、ということで、変わんなきゃいけないと変えなきゃいけないというふうにみんなが思うかどうかと、というのが一番最初にいきます。でそれに基づいて、次が、リーダーシップですが、幹部がトップが、そうするべきだと言って旗をちゃんと振ってくれると。で次に、それを実行するために、事務組織がチームができて、でそれを具体的に、誰がどういう役割分担でそれを動かしていくのかという組織チームができると。でそれに基づいてそれぞれ割り当てられた人が、役割を果たしていくと
で、それだけでもダメで、それをちゃんとその制度仕組みとして組織の中に居続けないと、2年すると人が変わってしまいますので、それをちゃんと組織の中で継続してできるような体制を作ると。でかつ、組織の外に批判と応援をしてくれる人、味方をちゃんとつけると、で改善できるというような仕組みにつなげていくと、まあ、これができるとアセットマネジメントが最終的には出来上がるというのが見られたステップです。ありがとうございます。かがでしょう、まあ、何かご意見があればおっしゃっていただきたい。ご意見というかまさに、おっしゃる言っていい、言っていい、じゃあ先に家田先生お願いします。あ、すいません。いや本当そうだよね。何しろ驚いたのは、まあ、さっきほら中野先生からのご質問で鉄道と道路の違いみたいな話もあったと思うんだけど、一つ驚いたことありましてね、道路で道路橋やなんかで点検を しなきゃいけないとはなってるんだけど、どんくらいの期間の中でやんなきゃいけないっていうのは決まってなかったっていうのはね、僕は昔は全然知らなかったんですよね。鉄道の経験が若い頃5年ばかりいたんで、でも決まってるに決まってると思ってたんだけど、決まってなかったっていうのはね、もうどえらく驚きましてね。でそんなもんなんで決めてこないのかなと思うんだけど、まあいろいろちょびっと変えてくるっていうその基本精神の中で後回しなんですよね。であまりにも驚いたから、道路の分科会って言って社会資本整備審議会では最後の警告ってい こうゾッとするようなタイトルをつけることにしたんですよね。でこれはね、当時の局長 の徳山さんの頑張りももちろんあったんで、今のリーダーシップなんていうのはね、そうなんだけど、やっぱり日本の組織はね、誰か災害とか事故でたくさんの人が死んだりすると動くんですよ。だからこの笹子トンネルで本当に痛ましい事故があったから、その5年っていうのも決めることになってね、まあここまでは少なくともそのモチベーションでガンガン行ったんですよね。悲しいことだけど、だけどね、森田さん、次ね、また死ななきゃ買えないっていうんじゃね、これは一体何をやってんだってなんだから、今度は誰も死ななくたって、今三木先生が怒ってるんだから、俺はもう根本的に変えるぞっていうやってかなきゃダメですね。そういう根性でいきましょうよ。で土木学会もそれで全力を挙げたいと思うんです、この点についてはぜひ頑張ってください。森田さんをみんなで応援しますよ。ありがとうございます。ぜひ、まあ、ちょっと私がリーダーになるとここで宣言するとちょっと言い過ぎかとは思いますが、もうご指摘をもっともだと思ってます。やっぱりいや、まさに今家田先生おっしゃっていただいたように、これまでうまくいった例っていうのは、この先ほど小田先生言っていただいた、まあ、6つなのか、まあ、ひょっとしたら5つなのかもしれないんですけども、やっぱりそういう一番大事なのは、その5番目におっしゃった後にちゃんとそのシステムを残すっていうことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。私も今まで役人人生30年やってきた経験の中でも、それができてないがゆえになかなかその根付かなかったっていうのは、こう思いつくものがいくつかあるので、そのあたりをしっかり残せるようにする。でさっき何回も言って恐縮ですが、やっぱり ECI はそこまで行ったから次の改善というか、その新しいまた方式を考えるとか、うまくいかなかったところを次に生かすみたいなことが今徐々にでき始めているんじゃないかと思うので、私の一番やっぱり心に置きたいのは、ちゃんとものとして残すというようなことはですね、役所としてはしっかりやっていくべきなんじゃないかなと、6つの中でも特にですね、いうふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、三木先生お願いします。話題を変えていいですか、少し。どうぞどうぞ。今さっきの森戸さんの講演の中にもあったんだけど、今チャンスなんですよね、いろんな意味で。で先ほどいっぱい内プロジェクトが出てる話もあったし、内閣府の総科学技術イノベーション会議の中で社会インフラのメンテナンスが議論されるような時代になっちゃったんですよ。これはこのチャンスを生かさない手はないと私は思ってるんですけどね。でまあ、デジタルトランスフォーメーションという言葉でいくんでしょうけども、言葉がですね、少しね難しいんですよね。いわゆる従来の土木工学からすると縁がないように見えるんだけど、実は縁がむちゃくちゃある。で僕はですね、まあ、いくつかお付き合いしてるんだけども、従来の土木工学の中をちょっとこう変えることによって十分ついていけるしね、
ビッグデータって例えば今の点検とか診断とか言ってるけども歪み一つ測ってないじゃないですか。外形だけで議論しててね、そんなもんできるわけない。ただそれぞれの専門家がですね、どの位置に歪みゲージを1枚貼るべきだってことを言えばいいわけですよ。歪みゲージを貼って1年間データ取ってこ取ったらビッグデータなんですよこれ。そんなことを考えていけばですね、今ある土木工学を少し見直すことによって今出てくるようないろんな新しいプロジェクトに十分対、まあそれが一番いい方法だろうと思います。ひょっとして新技術っていうとドローン飛ばすとかなんとかが新技術と思ってるのはこれは大間違い。そうじゃなしに身近なところに最先端の技術がいくらいっぱいあるということをやった方がいいと思いますね。今 SIP が終わりプリズムが動いてるんだけども、どうしてもそこのところがですね、その新技術新しいものというか見てくれの新しいものと言っちゃいけないかもしれないけど、それが気になるんですね。従来の我々が思っているものを少しいじくることによって十分新しいものが出てくるし、点検も診断レベルも十分上がると僕は思ってるんです。ぜひそのあたりを道具学会としてね、やっていただくとその土木分野が活性化するだろうと思います。特に今地域連携っていうのが全ての大学で求められてるんですよね。一部の大学を除けばなんだけど、ね、指定大学以外はみんな地域連携になってきたわけだ。そうすると地域の土木工学を使わない手はないわけですよ。ぜひね、その新しいデジタルといったときに新しいものに飛びつくんじゃなしに、自分たちの持っているものをデジタル化していくことによって世の中が変わるってことをぜひ土木学会としてアピールしてほしいと僕は思ってます。以上ですけど、はい、ありがとうございました。今技術的な話ということだったら、まあ、私も三木先生の分野が近くて構造なんですけども、山田先生よろしいですか。河川系で例えばこうどんな技術が必要かとか、こう少し頭を変えなきゃいけないかと、まあ、そんなことで何か先生からご質問いただければと思います。最初に言いましたようにね、河川っていうのは非常にちょっと変わっなんていうかな、物の見方を変えなきゃいけない分野で、例えば現在の河川整備計画っていう計画ができてて、それに対してその通りに設計された堤防がどんだけあるかっていうと、国のレベル、国が管理している川ですら 70% 弱ぐらいの完成度なんですよね。で、その 70% しかない完成度の設計、完成度で、これを健全度を評価しなさいって言われたらですね、ほとんど健全じゃないとしか言いようがないんですけど、まあ、それを言っちゃったらまあ身も蓋もないから、すでにある構造物が変な変状してないかとか、そういうところをちゃんと見ましょうと、その結果どうですかと。国のレベルで 70% 弱ですから、これ自治体レベルで言うとその計画通りに堤防ができてますかっていうと 50% ぐらいなんですよね。で、ここが我々の河川系の方の説明の難しさというか苦しさというかね、まずもともとある計画を早く達成しようよという考えあります。ところがそこにですね、現在地球温暖化という問題が出てきて、その外力である雨がこれから激甚化するだろうという問題が出てきてるわけですね。そうすると、その元々の計画を完成度を上げなさいというような意味の点検の仕方もあるし、実は激甚化する雨に対して、全部が全部じゃなくて危険箇所をきちっと維持管理しましょうよというものの考え方もあるわけです。全部を完成する必要もないんじゃないか、危険なところを手当てしていった方がいいんじゃないかというような考えもあるわけで、まだ全体としてそれが意思統一されているわけじゃないんですけど、まあ、少なくともですね、皆さんいろんな地方で国の管理する川、自治体が県が管理する川、全部合わせると約6万キロぐらいあるわけですね。で、地球を一周半するわけです、堤防の長さが。で、これをですね、全部ある一定の水準まで上げるという、もともとの計画通り作りなさいっていうのも
僕は大事なことかと思ってるんです。でそれは毎年1回から10回ぐらいどの川でも、まあ洪水らしいね、それぐらい雨降ったねっていうのが1回から10回ぐらい降るわけです。でそのうちの1回から10回が全部計画を超えるような大雨ではなくて中小の洪水になってるわけです。でその中小の洪水でも溢れないように堤防が壊れないようにっていうようなことを考えなきゃいかんわけで、そっちの方があの発生回数でははるかに多いわけで、そうすると今の堤防をどのぐらい完成度を上げる、あるいはダメなところを早く見つけて点検して手当てをしていくと、で本来の基準にまで上げていくと。でそれは予算の問題もあるんですけども、多くの場合工事が遅れてる場合には用地買収で手間取ってるっていうところが圧倒的に多いですよね。土地売ってもらえないというところ、あるいは宅地化が進んでもうびったり後ろの方が住宅地になってしまって、いわゆる河川区域というところが十分に取れない、堤防の幅も広げられないとか、まあ、こういうややこしいドロドロしたような世界に入り込んでるんですけども、まあ、いずれにしろ私この堤防点検、土木学会でやってる健康診断と国土交通省でやってる堤防点検の両方を感じたのはですね、点検を通じてですね、地方のコンサルタントの人なんかの技術力が上がってきたなというのはひしひしと感じます。全員が上がってるとは言いませんけども、その地方地方にその川を非常に詳しく調べているエンジニアがおられて、でもう生き字引のような方がその川に出てきていると。でこういう人がまあ、地域のリーダーになっていって、そのオピニオン意見を集約したり技術的な提言をしてもらうという、ただ単に点検だ維持管理だというだけじゃなくて、それを通じて技術者という人材が育ってるなという気がしております。これは大事なことかなと思って、まあ、ただ単に物理的工学的に点検して手直しすればいいというだけじゃなくて、それを通じて人が育つと、技術者としてもちろん育ちます、それから人格としても育っていくという、私いろんな地方のコンサルタントの人とお付き合いして随分立派な人を育っていることを、あるいは存在していることを確認してまして、人が育つんだなということを感じます。なんとかから人へというようなことがありましたけど、維持点検を通じて人が育ってるなということを感じております。はい、ありがとうございます。この健康診断委員会の中でも、まあ人工鉱物ということで橋とかトンネルとかといじくるのと、それから自然鉱物の河川と、まあ、随分こう議論もありまして、それから見方も違うということが、まあ、浮き彫りになったということですけども、まあ、いずれもインフラということでどう維持管理をしなければいけないということは一緒ですし、今山田先生からもありましたし、三木先生からもちょっと、まあ、もうちょっと付け加えますね。ああ、はい、よろしいですか。15年ぐらい前にね、昔利根川の一支線である小貝川っていうのは決壊しました。それからいろんなところで昔決壊したあとどういうふうに堤防を応急復旧しようか、それをきちっと残そうよっていうんで、ある財団でいろんな勉強会やってその残そうとしたんですけど、実はもうそんな人残ってなくてですね、人がいないと、この記憶してる人がいない、あるいはどういうふうに荒締め切りって言いますけど堤防を締めたのかというの資料も意外と残ってない、資料も残ってないし、人もいないという時代になってきた。でその頃に点検だいう話が出てきてですね、人がいないよね、困ったなと思ったけど、点検ということを言い出したことで若い人から中年ぐらいのエンジニアがどんどん育ってきつつあるなと感じています。ありがとうございます。この多分
この先生方皆さん集まっていただくと話はずっと尽きないと思いまして、今回1時間程度しか時間が取ってないということで大変申し訳ないですけども、残りあと10分弱になりましたので、最後に、一番最初にお知らせしましたけども、今後、土木学会あるいはこの健康診断に、どのようなことを期待するのか、三木先生がもう先ほど土木学会にこういうことをということで言っていただきましたけども、改めて土木学会や健康診断を通して、何をすべきかということの方向性ということでご質問いただければと思います。ちょっと今回は順番を変えまして、先に館側というか土木学会の外からというご意見で、森戸様からご意見いただけますか。はい、そういう意味では今日のこの1時間の議論の中で学会に期待する、健康診断もあるんですけど、先ほど家田会長からも応援するからと言っていただきましたので、いろんな意味でこのやっぱインフラメンテナンスをしっかりやっていく体制というのを学の立場でぜひご応援をいただきたいというのが一番大きなところかというふうに思っています。で、私30分のお話の中でもご紹介しましたが、学の応援ももちろん必要なんですけれども、民の皆さんのいろんなその技術的なノウハウを活用、どうやって活用していくのかと。で、さっき SIP のお話を三木先生からもいただきました。インフラメンテナンスが非常に今注目されているという中でありますので、ここをうまく3本の糸、さらにその民も入れ、民というのは国民の民も入れて4本の糸をですね、ちゃんとその結ぶというか、しっかりこう夜というかですね、それが我々の仕事かなというふうに思ってます。で、いずれにしても最後山田先生からのお話もありましたが、それぞれのインフラがどんなふうなその、成り立ちでっていうとちょっと難しいのかもしれないですけど、少なくともどういうふうなその企画でできているのか、スペックでできているのかみたいなことをですね、しっかりこう残さなきゃいけないというのは、これのさっきの SIP でも言っていただいてますし、いろんなところでありますので、こうデータベースをしっかり残していく、でそれをやっぱり横連携をしながら活用していくというようなシステム作りも今まさに取り組み始めてますが、これもなかなか難しいというところであります。このあたりもぜひ学会のお力をお借りしながらしっかり対応していきたいと思ってます。いずれにしてもぜひ 学会から力強いバックアップを今後ともいただきたいというのが私のまず思いでありますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは小澤先生いかがでしょうか。まず入ってなかったですかね。もう一回最初からやった方がいいですかね。最初にまずはこの健康診断書を、頑張って作り続けてここまで発展してくださった橋本委員長と中村幹事長に本当に心から敬意を表したいと思います。ずっと最初からこう頑張ってお二人が引っ張って、でそれを支えてくださった事務局の方がたくさんいらっしゃって、幹事の方がたくさんいらっしゃって、その方たちが頑張り続けてくれたので、ここまで、来たというふうに、理解しています。本当にありがとうございました。で、今後もこれ続けるための体制を、多分もう少し効率的にこう考えていただいているんだと思いますけど、その中には、セクターを広げていくっていうだけではなくて、先ほどの、山田先生からのご指摘は、健康診断書の中では体力っていう言葉を使ってますけど、そもそも、健全だったとして、ちゃんと必要な能力を発揮できるレベルにあるかどうかと、という部分も、この中に、取り込んで、そこに必要な手当がされるような方向に今後つながると、いいかなというふうに思っています。そういう意味で土木学会が、第三者の機関として、こういう診断書を国民に市民にこう、提供するという仕組みを作っていますが、本来はインフラの管理者であるそれぞれの組織が、そのインフラサービスを提供している責任としてどういう状況にあるかと
という取り組みをしてくれるのが元々の本来の筋かなというふうにも思います。なのでこの取り組みがぜひインフラ管理者全体にも共有されて自らをさらに改善する方向に上手に活用されていくといいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。それでは次は三木先生いかがでしょうか。じゃあ一つ単純な話でね、さっき中野さんの話の中で米国との連携はないような話をしてたんですが、僕はぜひやった方がいいと思いますね。で米国はその学会と行政との付き合い方がかなり日本と違うし勉強になると思いますね。で例えばこういうふうな議論をする中で、橋梁の分野だと、つい先日もフラクチャークリティカルメンバーという概念があるんですよ。疲労と破壊を制御する上ではどこをどうすればいいか、日本の考え方を教えてくれっていうのを僕は言って1時間喋ってきましたけどね、すごい関心ですよ。こういうことに対して日本は何してるのか、それを持っていけば向こうもどうすればいいか言ってくると思いますね。やはり今ニューヨーク周辺ものすごいインフラ整備が進んでるんですね。多分10年前と橋の姿が全部変わりましたね。そういうのを考えるとやはりこういうことに対しても連携を、で彼らは国交省とのブリッジなんとかを期待してるんだって言うんだけども、残念ながら機能してないんだよ。これはあんまり大きなことしていけないんだけど、だからそのところが彼らは日本の情報を取りたがってる。でこんだけいいデータが出てきたんだから日本はこうしてる、どうすればいいのってことをやればいい。それを多分アジアに展開できるんだよねきっとね。僕の期待としてはだからこの分野をまずこれをお手本にしたアメリカと一回ちゃんと議論をして、さらに国際展開することを期待するということなんですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。若干補足させて、昨年 CICA という国際会議土木学会が主催しまして、その時にちょっとこのセッション作って ASC からも来ていただいて、それからオーストラリアも同じようなことをやっているということで、オーストラリアの土木学会からも来ていただいて少し意見交換をしたということがあります。ぜひそのあたり積極的にやらなければいけないなと思っています。山田先生いかがでしょうか。はい、河川の健康診断やりつつ感じたのはですね、先ほど三木先生が最先端のもんじゃなくても昔ながら測り方もきっちりやればビッグデータになるんだと、本当に私それ大事だと思ってます。堤防に関して大事、それからもう一つ最先端の技術も積極的に導入すると、これ両方必要だと思います。でさらにそれから上がってくるデータをちゃんと分析できる能力、今流行りの言葉で言えばデータサイエンスをもっと土木工学の中で土木学会の中でデータサイエンティストがもっと増えていいんじゃないかと思ってます。で3番目に昨年の台風19号の被害を視察してきちっとした評価をしようというんで、家田先生が取りまとめていただきまして、土木学会会長、それから福岡先生とか私とかその他何人かの先生が入っていただいて、総合調査団を結成しました。その時に提言書として流域治水という概念を出しました。川だけじゃなくて土地利用とか人の住まい方まで考えた治水だと、でそういう観点からの健康診断っていうのもこれから必要になってくるんじゃないかと思っています。最後に地球温暖化という問題が来ますと、今までやったこともない気象の分析みたいなのもやらなきゃいかんわけです。で今私より若い水門系の先生たちはどんどんそっちに入ってるんですけども、それの成果を着実にこの治水事業あるいは健康診断等にも生かしていくということが必要かと思っています。以上です。ありがとうございました。では最後になりますけれども、家田先生、まとめていただければと思います。まとまるほどのことはお話できませんけども、この後のですね、閉会もセットでお話しちゃっていいですかね。閉会の挨拶も。じゃあ、秋山先生よろしいですか。はい、じゃあそのようにしていただきます。はい、お願いします。ね、それでいいよね。何回もやったってあれだから、お話しいたします。まずは今日パネルで出ていただいた方々、あるいは講演をしていただいた方々、どうもありがとうございました。森戸さんっていうね、
私も親しい人が館長を代表できてるから大いにこの葉っぱかけるようなこともやらせていただいていいチャンスになったと思います。でそこにね小沢先生と僕の大尊敬してる三木先生がいるから僕も勝手なことは言えて本当に良かったですわ。ありがとうございました。森田さん本当頑張ってね。ありがとうございます。森田さんだけじゃないんで帰ったらみんなに言っといてくださいね、国交省はね。それでですね、私はこの6月から土木学会の会長を仰せつかってるんで、まあ、その土木学会でどういうこの舵取りという意味でいくつかお話ししたいと思います。まあ、このメンテについてですね。まず一つはその土木学会の中でメンテナンスのことをものすごく真ん中に置いてやってきた人はどんくらいいるのかなっていうスタンスなんとこなんですよね。で実は僕はうんと前にまだなんだろうな教授になったくらいながらなる前かもしれないけど三木先生のとこにお邪魔したことがありましてね。で三木先生の研究室行くと本物の橋がどっかからもらってきたやつがいっぱい置いてあって、でそこに荷重がかかっててガチャンガチャンガチャンっつってね、研究室がものすごいうるさい研究室なんですよ。研究室っていうかね体育館みたいな研究室なんですけどね。でこの方は本当に橋が壊れるまで、しかも古い橋持ってきてやってるから本当に疲労のことをやってんだなと僕はねものすごく感動しました。それから中村先生のところに、これはそう昔じゃないんですけどもお邪魔して、中村先生のところ行くとですね本物のコンクリートの橋が作ってあって、そこで金槌で叩かしてくれるんですよね。それでねどこが悪いかっていうのをねやってみると、僕でも、まあ、分かるように作ってくれてるんだけど分かるようになっててね、中村先生もメンテナンスってことをリアルサイズでリアルタイムでリアルワールドでやってるなっていうのはこれも感服しました。というふうにあんまり多くないんだけど大学でもメンテナンスのことを真ん中に置いて仕事されてる方が増えつつあるんですよね。だからしかるにじゃあ土木学会はメンテナンスのことを真ん中に置いてやってきたかっていうと僕は甚だ疑問だと思います。まだまだだと思ってます。というのは私は第108代の土木学会会長ってことになるんですよね。で僕はご存じの通り最初大学学部出て5年間くらい国鉄にいたんですけど、それメンテナンスの仕事だけしてるわけですよ5年間で。旧国鉄というか鉄道出身で土木学会会長になった人はいっぱいいるんですけど、調べてみたらメンテナンスのことだけやって鉄道を経験して土木学会会長になったのは僕だけです。つまり鉄道でメンテナンスはもちろんないがしろしてませんよ、大事にしてるんだけども、決して土木学会という関わりにおいてメンテナンスがメインにはなってこなかったんですね。鉄道においてすらそうです。道路の方はもっともっと大変ですよ。もうとにかく作るだけでいっぱいですから、とにかく道路がなくてしょうがないからね、もう全力の脳みそを全部、手も足も脳みそも全部プランニングして作るってところにかけざるを得なかったんですよね。でもこれだけ立派なね道路ネットワークが出てくると、それだけじゃなくてそれを上手に使ってなんとか長持ちさせて国民に喜んでもらおうっていうところにだん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 力入ってくると思います。でね、何言いたいかっていうと、それじゃ土木学会でメンテナンスをなるべくこの幅の束になってでっかい柱にしていかなきゃいけないっていうのが私の第一目標なんですよ。でそのために、この健康診断の委員会もそうですが、今までバラバラにそれぞれ独立してやってた4つのメンテナンス系の委員会があるんですが、それをこの6月から統合してインフラメンテナンス総合委員会っていう名前にしていきます。それでその時の土木学会会長が委員長をやると。そして常設です。つまりこのメンテナンスの問題がもううちの国のメンテナンスはね考えなくたってね順調にいくようになるっていうなったらこの委員会やめてもいいと思ってるんですけどね。まあ森戸さんが次官になるくらいまではまだ続けられざるを得ないんじゃないかと思いますけども、まあ、そのくらい大事です。でそこにはメンテナンスの関わる資源をですね最大投入して、例えば三木先生には技術顧問になっていただいていろいろお叱りも受けるしいただくしご指導もいただくと、こういう総力を挙げる委員会を作ります。これは土木学会初めてです。おそらく
いろんなあの土木学会の技術書とかああいうものもですね、もちろんメンテナンスを除外してるわけじゃないんですが、メンテナンスを真ん中に置いた表彰なんていうのを十分やってきたかっていうと、まだまだっていうことがあるんでね、まあ、このところが第一のポイントです。第二のポイントは、さっき鉄道と道路の話でちょっとしましたけども、すごく似てるものでも隣だと知らないんですよ。本当に驚くほど隣のことは知らない。ましてや隣じゃなくてね、向こう三軒両隣のもうちょっと柵ぐらいになるとね、何にも知らない。例えば、道路の人たちが下水道のことをよく知ってるかって言ったら、そんなことはない。鉄道の人たちが港湾施設のメンテナンスなんて聞いたこともない。こんなことじゃね、本来の土木屋ってことにならないんですよね。土木っていうのはさっき山先生おっしゃった通り、総合力、総合的知識、総合的判断力があって初めて土木と言っていい。そのためにはここのところを改めなきゃいけない。だからいろんな細かい委員会とかいろんな分野があるんだけど、これを乗り越えるっていう努力がものすごく重要だと思ってます。これが2点目です。で、3点目は、今働き方改革っていうのをものすごく重視して、まあ、今回のねコロナウイルスの関係もあって大いに前に進むと私は期待してますけども、だけどもよく考えてみると、働き方の改革だけじゃなくて働きがいの改革っていうのを十分にやんなきゃいけないんじゃないかと思ってます。その際に大事なことは、例えばメンテナンスをしてる人たちが自分の仕事に誇りを持って生きがいを感じて、やりがいを感じて、達成感を感じてくれるようなものになってるようにしなきゃいけない。機械でもできるけど、まあしょうがないからお前にやらせるなんてなものじゃダメなんですね。で、そこで参考になるのは三木先生がお書きになってる、あの橋のですね、臨床成人病学入門っていう大変素晴らしいご本があるんですけども、そこでは一言で言うと、メンテナンスマンは、まあ、ウーマンでもいいんですけど、あの医者じゃなきゃいけないと、しかも総合医じゃなきゃいけないっていうことなんですね。作業員じゃないんです。これからメンテナンスマンはみんな医者なんです。医者になれば世の中からも尊敬される。まあ、例えば宮大工さんだって尊敬されるでしょ。建築家も尊敬されますよね。つまり個々別々の現象を扱ってる商売っていうのは必ず尊敬されるんです。メンテナンスっていうのはいろんなこの作りの問題とか環境の問題によって、橋にしろ何にしろ一個一個別の状況がありますから、だからこそ個別性がある。個別性があるから辛いところもあるんだけども、個別性があるからこそ技術が要求され、決断力が要求され、いろんな人に聞くっていうネットワークも要求されるわけです。だからこそ尊敬される。そういう方向にメンテナンスの仕事というのを変えていく。それによって働きがい改革につなげていくというふうに思います。最後もう一つだけ、国民の理解と協力っていうのが僕はこの世界では圧倒的に重要だと思ってます。国民というふうに入ってるのは決してあの普通の国民だけじゃなくて、政治家とかですね、行政のトップたちもみんなそうなんですけど、そういう人たちが理解と協力してくれなきゃダメなんです。そのためにさっきのような健康診断もそれにふさわしい手法に変えていく必要がありますが、一方で一つ申し上げたいのは、インフラあるいは国土、河川もそうですけども、そういうものに関心を持ってメンテナンスとか環境整備に協力してくれてる一般市民っていっぱいいるんですよね。山先生なんかいっぱいなところに関わってらっしゃるんだけど、川のね、あの環境整備とか川をいいものにしようっていう団体って山先生いっぱいありますよね。道路も九州の道盛り会議とか道部審とかいっぱいあるわけです。そういう人たちっていうのを我々とは別物として扱わないで、土木学会が我々のインフラのことに関心を持ってくれるパートナーと位置づけて、パートナーの団体と位置づけて活動を広げていくというようなことも重要だと思ってます。それを通じてインフラと、それからメンテナンスの重要性、しかもそこに携わることの面白さと生きがいと、あるいはそういう人たちもね、参加しててよかったな、これ今度はねうちの子供にも見せてやろうなんて思ってくれるような活動に土木学会も貢献したいというふうに思っているところでございます。以上、あの長々と喋りましたけども、ここで締めちゃっていいのかちょっと不安ですけども、とりあえずは私、あの今日ご参加いただいた方と、それからあのウェブを通じて聞いてていただいている方々にお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。飯田先生ありがとうございました。あのそれではこれであのパネルディスカッション並びに、
まあ、最後の閉会の挨拶もしていただきましたので、この本日の講習会、これをもって終了したいと思います。